日本男子のメダルの色が何色になるか、それを占うには非常に大事な一戦であります。日本ポーランド男子決勝リーグ初日第2試合であります。1万2000とびっしり満員になりました東京国立代々木競技場でございます。両チームのスターティングメンバーを簡単にご紹介しておきますと、まずサーブでありますポーランドですが、2番のボセック、4番のチャーヤ、8番のカルバッシュ、さらには13番のサダルスキー、14番のステファンスキー、15番のボイドビッチを入れております。今日は松平さん、はい、やはりガボースキーが無理でサダルスキーのワンセッターでスタートした、そのですね、まあ、無理というかね、もしかしたら出てくるかもしれませんけれども、ともかく安全を取ったというかね、そういうことですね。サダルスキー13番で来ましたね、はい、そのセッターのサダルスキーのサーブですが、センターから森田が決めました。1万2000の大観衆からものすごい歓声が沸きました。第1セットのスタート直後であります。一方の全日本の方は2番の猫田、3番の小田、4番の西本、5番の花輪、8番の田中、9番の森田と準決勝リーグ以降の不動のメンバーで臨んでおります。ポーランドが1点を先取しております。1対0からサイドアウト、14番のステファンスキーがサーバーに下がりました。この人もちょっと右の肩を痛めているということなんですがね、大変なベテランですよ。しかし ねミュンヘンオリンピック以来の選手ですからね、はい、レフトからチャヤが打ちました。ポーランド2点目、2対0。第1セットのまだスタート直後でありますが、ポーランドが2点を先取。サーバーステファンスキー、森田が受けました。猫田がレフトの田中を使います。これはアウトオブザマーカーです。今日の主審は東ドイツのペーター・ランゲさん、そして主審が中国の金陽信さんで行われております。ドライブサーブを期待しますね。猛烈な歓声ですね。原橋が難なく受けました。1万2000人の声援の、ブロックはアウトです。ブロックはアウト、小田のブロックわずかにアウトになりました。大歓声に送られるようなドライブサーブでしたが決まりませんでした。サーバーにチャヤが下がりまして、これでカルバッシュが前衛に上がりました。前衛のセンターにボイトビッチがおります。そのボイトビッチのブロックはよくカバーしました花輪です。さあこれが打てるか、田中ソフトアタックです。来ますよバックが。そうですね、ボセックが、来ませんでしたね。カルバッシュクロスに打ちました。ブロックは弾いています。さあポーランド3点目、3対0。ここで中村監督早くも最初の作戦タイムを取りました。松平さん、はい、準決勝リーグまではですね、何としても日本でやってる大会なんだから決勝まで出なくてはいけない、はい、それがどうも硬さにつながったようだという首脳陣、また森田選手あたりの話なんですけど、今日の立ち上がりいかがですか。僕はね、その硬さが良かったっていうふうに逆に見てるわけですよね。準決勝リーグまでは、はい、あれだけね、やっぱりこの張り詰めた気持ちがね、やはりその逆転につながってった、で決勝リーグもね、これ決勝リーグは伸び伸びやろうとそれは口では言うけども、伸び伸びやれたら大変なもんでね、やはりどのチームでも硬くなってるでしょうね。そうでしょうね。私は日本チームにとってはその硬い一生懸命になってることがいいと思いますよ。そうですか。チャヤのサービスエースが出ました。これで4対0。フローターサーブです。チャヤ、森田が受けました。さあダイレクト、ボイトビッチのダイレクトはネクタがブロックしました。ボイトビッチのパスのドリブルですね、ですね、世界一のスパイカーと言われる15番のボイトビッチと、そしてこの田中の打ち合いですよ。ボイトビッチがトスを上げました。向こう側ボセック、ブロックはアウトです。今のところ岩瀬さんね、日本のブロックに相当当たってはいるんですよね、はい、ところがそれが惜しいところブロックアウトになってる。そうですね、あれがポーランドのコートにね突き刺さって帰るようになったら、ゲーム展開今4対0ですが、はい、内容的にはそう一方的じゃないですよ。そうですか、はい、サーバーに猫田が下がりました。まだ天井サーバー出しません。サダルスキーからボイトビッチ、さあ日本チャンスか。花輪打ちました。ジャスミートしてません。しかしまだチャンスボール日本、森田のトス、アタックラインの真上から花輪、カルバッシュが受けました。さあボイトビッチのバックトス、カルバッシュ軽く打ちました。この辺りあのベテラン揃いでなかなかうまいですね。いや、なんといってもね、その通りでミュンヘンのオリンピック以来ですね、そのずーっと来てるのは4人いるんですよ ね、ボセックね、はい、2番の、そして5番のガブロスキー、はい、8番のカルバッシュ、14番のステファンスキーと言いますからね。小田の速攻が綺麗に決まりました。さあこの辺りから波に乗りたい全日本です。前衛に森田が上がってきました。森田、西本、花輪という全日本の前衛、いいサーブでした。センターからサダルスキー、さあ森田が切り返して、花輪レッドからクロス、これは返せません。日本ワンポイント返しました。4対1。なんか花輪が一発目を取ったっていうのもなんかこの象徴的ですね。象徴的ですよ ね、 すね、はい、新人花輪5番、23歳の若さ。さあ小田のサーブです。ボイトビッチが受けました。サダルスキーのトス、バックトスです。ステファンスキー、おーよく取った。ワンハンドで上げました。タッチアウトを狙った森田ですがダメ。サダルスキー切り返してカルバッシュ、
懸命の田中のレシーブはダメです。観覧席までボールがすっ飛んでいきました。しかし1万2000本当によく入りましたね。あもうねさすがですよ ね大会期間中を通じて一番最初の切符が売り切れたんですよね。そうですね、はい、いかに日本チームの決勝リーグ進出をみんなが期待したかったことですね。そうですね。さあ小田の2段トス西本軽く打ちました、ブロック3枚来ましたね今、ポーランドのブロックが3枚来るとこ軽くフェイントでかわしました。これまたベテランであります西本サーバーに花輪が下がりました。これで田中が前衛です。ああブロックです。花輪のサービスエース。花輪はとにかくサービスエース。これで11本目。本当ですよこの花輪、そして西本よくサーブで稼ぎますよ ね。猛烈な感染を押されました。ボールが止まりましたがホイッスルはありません。おっとこれはホイッスルありません、はい、ペーターランゲホイッスルありません。あ田中行きますね。森田が切り返しました。田中クロス右を老戦ばかりの大歓声。田中のクロスが決まりまして4対3。日本を追い上げます。あよく飛んでますね。そうですね、この、ね、スロービデオをご覧いただいたように体がねジャックナイフのようにしなってます。いいですよ今日は。うまいタッチアウト。森田のテクニックが勝ちました、はい、森田のキャリアとテクニック。森田のね、あれはもうお得意中のお得意のね、あの今年のキューバとの対抗戦でもあれがもうそうでしたね。そうなんですよね、はい、軽橋を受けましたサザルスキー。バッカーバッカーアタックボイトビッチ。まず一発目のバッカーアタック決まりました。素晴らしい選手ですね、ボイトビッチ、まあ、ともかくボイトビッチの素晴らしさはこのバッカからのアタック、後ろからの攻撃をですね、奇襲攻撃だったものを、はい、完全にいわゆる普通の攻撃ノーマルな攻撃パターンにこの作り上げた男。またフェイントだ。今度はフェイントのカバーカルバシが行いました。ダイレクト打ちました森田。ボセックのトス、またバッカから今度はフェイントだ、はい、狙ってる日本はあれを狙ってますからね。狙ってますね。さあ田中のクロス、ボセックがボイトビッチがレシーブいいですね、はい、二段とスチャヤ当たった。花輪のコーレシーブすごいのにね。センターからステファンスキー、これはホールディング。これはホールディング。左手で懸命にボールを返そうとしたステファンスキーですがホールディングを取られました。立ち上がりから素晴らしいゲームですね。それと同時に日本選手ね、硬い感じの中でも冷静なプレーがいくつもありますね。そうですね、非常にいいムードです。オセックのクロスが決まりました。4対4からサイドアウト。このね2番のボセックっていう選手が一番うまい、まあ相手にすれば一番いやらしい選手ですね。そうですね、はい、セッターの体格何でもできなければいけないポジションですよね。あーっと難しい。トスがちょっと離れすぎたんですよ今ね。西本君のトスがもう1メートル前上がるはずだった。ちょっと狂ったんでねタイミングを取り損ないました田中君が。5対4ポーランドまたワンポイント先行しました。今度はストレートに決めた田中。準決勝リーグまでの田中、確かにトータルポイントなどではカン・マンスについて2位に入っています。しかし見たところまだ本当の田中の良さは出てない。肝心なところっていうのがね、森田のドライブアウト。まあ第一戦でね岩瀬さんね、あのソ連とキューバの試合でドロホフ選手のサーブの時にワーッとは来たんですが、やっぱり日本チームは違いますね断然ね。じゃないですね当たり前ですけどね。田中これはワンタッチを狙ったうまい打ち方。いいですね、この田中が燃えてくれることが鍵ですよ。なんといっても、ね、準決勝リーグまではその本当の燃え方がなかったですね田中、はい、この試合こそ燃えてほしいところ。取った森田ワンハンドレシーブ。さあ2段トスだ。ああこれはドリブルだ。これはドリブルを取られました。ちょっと天井の方を見やりました田中ですがこれはドリブル。5対4からサイドアウト。サーバーにボセック。これでセッターのサダルスキーが前衛に上がっています。花輪がマーカーギリギリから打ちましたが拾われています。さあカルバッシュブロックを弾きました。1点追加6対4。また2ポイント引き離されました全日本。ポーランドの前衛はサダルスキー、カルバッシュ、そしてまだボイトビッチが前衛におります。ボイトビッチの正面から行きましたね、今堂々とねこの小田がいわゆるあの高いブロックのボイトビッチの正面からタイミングで抜けましたね、はい、ボイトビッチがブロックしようとして上がってくる1メートル97センチのボイトビッチのブロックが上がってくる前にですねこのボイトビッチのブロックの上がってくる前に小田がバーンと打った。これは前半はいいんですけどね後半はねこれを狙ってこられると怖いですから。なるほどね、コース打ちが欲しいですよね。サーバーネコサービスです。全日本早くも2本目のサービスです。猫さんがねこの天井の高い代々木競技場で天井サーブを打つんじゃないかというんですけれどもまだそのチャンスはまだ後にあるでしょうね。
これもいいサーブだった。おっとホールディングサイが本質にありません。いや本当ホールディング臭かったですね、今のねセッターのサダルスキー13番のトスがワークはね、やはり正セッターの5番のガブロスキーとはちょっと違いますから ね、 その辺が日本の突き込むチャンス。時間差攻撃、センターからライトへ移動しての花輪の時間差攻撃拾われました。さあレフトからカルバシ軽く打ちました。セッターに変わりました。さあ花輪のフェイント、ポーランドのコート中央に穴が開きました。いや本当にね一戦一戦ね、上手くなってきました ね、 この5番のね花輪どんどん力をつけます。花輪春彦ボイトビッチが受けました。モサキのトス、苦し紛れのスパイクですが、これからホールディングを取られました。西本悔しそうに腕を一振りしました。西本哲夫190センチ26歳、72年の人間オリンピックの金メダリストであります。サーバーにカルバッシュが下がりました。これでチャーヤが前衛に上がっています。ネット上の押し合いになりました。あっと花輪がタッチネットを犯しました、ね、体がちょっと流れましたね。またその差が2ポイントになりました。ポーランド2ポイントのリード、サーバーはカルバッシュ。田中が受けました。猫田のトス、ライトから花輪クロス。従来ですね、はい、日本の攻撃がセンターに偏りがちであったのを、はい、ネットの幅いっぱいに使おうということ、はい、花輪のライト攻撃非常に効いてますね。いいです、はい、その通りです。ステファンスキーストレートアウト、狙いすぎ、全くその通りでね、岩瀬さんね、時間差攻撃にしても何にしてもみんな真ん中で攻撃が集中しましたからね、ライトからの攻撃ってのは大変効果ありますね。そうですね、アイラッキーだ、これを抑え込みました。森田のブロックね、森田のブロック、これで森田21本目のブロックです。本当すごいでしょ、ね、小田と森田でね、ブロックは今日本はポーランドより上回ってますからね。はい、花輪のサーブです。いいサーブを持っています。ボイトビッチ懸命のレシーブ、リートイック綺麗に決まりました。サタルスキー、チャヤとボールが当たりました。 B クイック、この中でチャヤとサタルスキーがヨーロッパ選手権などではいわゆるレギュラーメンバーではなかったんですよね。あのチャヤのポジションにはベベルが入ってたんですがね、最もね、ベベルとチャヤとはね、ほとんどね、同じようなタイプですからね、ベベルっていうのはベテランですからね、はい、やっぱりベンチに置いておいた方がいいでしょうね。なるほど、さあ、おっと、出た、パッシングセンターラインです、はい、8番の田中、トスが今のはトスが入ってしまいましたよね。しかしそれを強引にねオーバーネットしながらボール触りに行ったでしょ、はい、田中やっぱり相当乗ってますよね。そうですね、この後のプレーが楽しみです。さあ猫田誰を使うか、田中です。レフトから田中のクロス、いやー素晴らしいクロスパイク、ソ連のチェルニショフコースですね。そうですか、はい、ご覧いただきましょう。ものすごい2枚のブロックの中、内側を抜いていくんですね。完全ね、はい、触ってませんね、触ってません。後ろから飛び込んだステファンスキーが決めています。そう、これがいわゆる縦の時間差ってやつですね。まあこれはいわゆるバレーボールの試合を縦でねご覧いただくと面白いんですけれども、あ、これこの角度ですよね。そうですね、これ縦の時間差もポーランドは余計出ますからね。日本はレフトから田中です。ストレート、ボールがスーッとカーブしていくのは分かりますね。今ねよく分かりましたね、ブロックが2人いるその外側を抜いてグッとカーブするのがね、野球で言えばスライダーですよね、はい、あれが、はい、サーバーはドライブサーブの森田、いいサーブです。入った、これで決まれば実質サービスポイント、サービスポイントと言っていいでしょう。もう実質その通り、はい、8対8の同点。やっぱりこういう時は森田、あ、島岡がね、あ、島岡呼ばれました、はい、島岡ちょっと呼ばれてまたこうアップに帰ります。これはアウト、わずかにアウト。しかし第1セットの中盤でこの騒ぎ、はい、これから3時間近くまでが続くんですよ、ね、サーバーにチャヤが下がりました。カルバッシュが前衛に上がっています。カルバッシュ、モイトビッチ、そしてボセックというポーランドの前衛クロス、いやよく田中、はい、ライトへ回り込みましたよ、はい、ライト攻撃が非常に増えてますから、いいですね。この辺り猫田がある程度ライトの攻撃意識して使ってるんでしょうか。 そうですね、それと今のは森田もね完全に二段として上げましたけどもね、そうですか、はい、チーム全体としてライトから攻めようぜっていうことが徹底している証拠ですね。中村監督はとにかく明日は試合前に一人一人細かいことは言わないんだ、とにかくどの相手も、まともに行って勝てる相手ではないんだから開き直っていこうじゃないか、そつのないプレーというのはもうこの際魅力はないとはっきり言ってましたがね、いやこの強気のね、中村監督のラッキーにね我々は期待しましょうよ。本当です ね、 ね、速攻、あ、正面行った、2枚のブロックにかかりました。さあ今度はライトから花輪です。これもブロックされています。ディークイック、あ、これはホールディングだ。まあやっぱりボイトビッチの正面にかかりましたよ ね、 ね、さあこのこれが一つの鍵なんですよ。実はこのボイトビッチのブロック対小田の A クイック、B クイックが勝負ですね、
これも今度もかかっています。あーっと、今度呼吸荒いよ、今2人とも開いてしまいましたね、はい、しかしこの15番のボイトビッチ、偉大な選手になりましたね、はい、もう肩までかかりそうな挑発、男らしい選手ですね、はい、やったー、出ました、天井サーブ、綺麗にしかしセッターに返ってしまいました、カルマッシュのクロス、やっぱり影響してるんです、影響しますよ、はい、気持ちの上でね、おっと気持ちのいわゆるリズムが狂った、はい、もう一発猫行っていいですね、 あるいは短く思い切っていった、もう一つ行きました、もっと高くてもいい、アタックラインの真上ぐらいに落ちます、そこ、はい、狂ってますね、止めています、止めています、はい、西本のブロックが、小田のブロック、小田のブロックが出ました、10対9、ついに全日本逆転、ここでポーランドたまらず作戦タイム、やはり猫田の天井サーブでリズムを崩しましたね、はい、これはね本当に面白いもんでしてね、セッターにボールはちゃんといわゆるサーブレシーブされたボールは返ってるんですよね、ところが返っていてもね、その前の気持ちが動揺してるでしょ、だからリズムが合わなくなるんですがね、これはやっぱりいいですよ、そのどんどんやっぱ打った方がいいですね、この人ですね、33歳伊達に東京オリンピックから世界の大舞台で活躍してきたわけではありません、ともかくねこの猫はもう銅メダルも銀メダルも金メダルのね、苦しさも全部知ってる男です、ノーメダルの悔しさも知ってるね、その意味でね、やっぱりこの猫が元気なうちにもう一回日本の男子バレーをね、王座回復させて、そして花の引退をさせたいですよね、本当ですね、はい、行った、もう一ついきました、3つ連続、ステファンスキー、サダルスキー、1人時間差、ボイトビッチ、いやすごい、ね、それならこれだっていうんでね、一人時間差をねあえて見せた、はい、やはりいわゆる天井サーブ、打ち上げ式サーブ、我々には問題じゃないっていうところをね見せたところですね、15番のトマシュ・ボイトビッチ、197センチ、24歳、74年の世界選手権、76年のモントリオールオリンピックと金メダルを2つ持っています、さあ日本チャンスボールだ、小田のクイック、正面打ってますね、正面でかかってる、日本ではあれが通用するんですがね、はい、日本ではその通りなんです、日本ではあれがね日本リーグなんかじゃスパスパいっちゃうけども、小田がねあれを後ろへ引っ掛けなきゃいけませんね、後ろへターンに打ってくれなきゃいけません、これがいくつも続きますとね、小田がもう一つ振動が強くありますが、あー、素晴らしい、完全に小田のクイックが釣りましたね、相手のブロックを、そこはまあ猫のうまいところですね、セッターの猫田のうまいところ、小田にブロックが来てるということを確認したいです、なるほど、10対10からサイドアウト、レフトからステファンスキーです、これは軽く決まりました、これでカルバッシュが後衛に下がりまして、チャヤが前衛、ポーランドはチャヤ、ステファンスキー、サタルスキーとおります、ライトから花輪です、ブロックはアウトです、上がりっぱな、ブロックの上がりっぱなにね早めに打ちましたよね、花輪春彦、192センチ、23歳、宮崎工業高校から中大を経まして現在は日本交換、いいサーブでした、ステファンスキーの時間差、うーん、惜しい、花輪のレシーブはわずかにサイドラインを割っています、しかし岩瀬さんね、これ10対10ですが、ここまでまだポーランドお得意のねバック攻撃見せてませんね、そうですね、ボイトビッチが2本ほど見せましたがね、まあ、ブロック、いわゆる本物のね、はあ、ガチャーンとくる形になってませんよね、さあポーランドが一歩先んじました、11対10、サーバーサダルスキーです、花輪が受けました、猫田、田中を使いました、田中がブロックの上か、ノータッチで抜けてきましたね、今は、はい、ステファンスキーの上です、はい、さあメンバーチェンジ、あ、抜けてきましたね、はい、島岡が出てきました、西本に変えて島岡の起用、さあ島岡に思い切ったサーブを期待したいですね、サーブでなんとか相手のレシーブ体系を崩そうという考えでしょう、はい、中村監督、ワンポイントリードされています全日本、カルバッシュが受けます、セッターにきちんと帰りました、さあレフトからボセック、これはいっぱいに入った、すごいスパイクだ、ポーランドは大体このボセックを含めてですね、1メートル90センチクラスをずらーっと並べてますがね、本当の 1,2 センチの差で5人おりますからね、それに加えてボイトビッチ、1メートル97、はい、11対10からサイドアウト、サーバーに森田が下がります、これで前衛は小田、猫田、そして田中、小田と田中に頑張ってほしいところですね、そうです、そうです、ドライブ、あーっとわずかにネットに触りました、さっきがねコートの外に出ましたからね、だから少しドライブをかけてと思いすぎました、あ、ここで今度はポーランドの方がメンバーチェンジ、12番のリバチェフスキーが出てきました、
チャヤに変えてリバチェフスキー。この人はヨーロッパ選手権には背中を痛めておりまして来ておりませんでしたがね。昨日はね、背筋力のテストやってましたからね。やってましたか。元気にやってましたよ。ライトから田中です。あ、ドリブルを誘いました。金沢の予選リーグの時にやはり背筋力のテストがあったんですけれども、リバチェフスキーやりませんでしたね。そうですか。勘弁してくださいということでしたがね。ポーランドもなかなか監督以下紳士揃い、なかなか好感の持てるチームですね。もう非常に気持ちのいいチームですよね。やはりこう世界の王者という品格が備わってきましたよね。そうそう、時間差攻撃抑え込んだ小田。うまいですね、この辺りのカルバッシュの攻撃は。いや、11対10からサイドアウト。サーバーにこれでボセックが下がりまして、前衛はセッターのサタルスキー、センターにカルバッシュ、そしてライトにはボイトビッチがおります。しかしすぐにボイトビッチがセンターに回ってきます。移動時間差、花は拾われました。さあボイトビッチが劣るでカルバッシュブロックアウトです。さあ2点差になりました、12対10。作戦タイムは両チームまだあと1回ずつ残しています。サーバーにボセック、バックアタック、田中本格的なのを見せる前に田中がやりましたね、はいはい、日本の秘密兵器ね、これは。そうですね。さあもう一つの秘密兵器、猫だ。天井サーブです。速攻、あーっとボールが上がりません。わずかにボールが上がりませんでした、田中。12対10からサイドアウト、日本ややピンチであります。サーバーにボイトビッチが下がりました。防衛だからといって安心できませんからね。そう、小田の速攻が決まりました。12対10からサイドアウト。サーバーにその小田が下がりまして、森田が上がってきました。森田、島岡、そして花輪であります。日本の前衛ダイレクトスパイク、スパイクじゃないですね、はい、いいところ落としましたね、はい、前頭狙ったところ。いや、しかしこれからですよ。そうですね、この試合は12対11、その差1点に追い上げました。全日本山になってきましたね、はい、サーバー小田です。時間差攻撃カルバシ、さあ日本チャンス。離れた、離れた、離れた、ちょっと離れましたね。さあここ粘ってほしい。サダルスキー、誰を使いますか。レフトからステファンスキーのクロス、これは決まりました。12対11からサイドアウト。サーバーにカルバッシュが下がりまして、これでリバチェフスキーが前衛、リバチェフスキー、ステファンスキー、そしてさらにサダルスキーと前衛におります。あー、うまい、森田のキャリア勝ち。本当に森田、猫田、キャリアが生きてますね、そして花尾のサーブ期待しましょう。今度はルーキーの若々しさが爆発するか。バックだ、バックアタック、やった、止めました、森田が止めました、はい、センターで森田が止めた。12対12、同点。これを日本は狙ってるんですよね。そうですね、これが鍵。時間差を絡めてみた来たものは止めにくいけれども、単純なバックアタックは止められるというのは中村監督の話でしたからね、はい、狙えば止められますよ、はい、さあ今度はレフトからチャヤ、さあ日本チャンス、田中よく打った。13対12。さあここでポーランドのベルチ監督メンバーチェンジ、ガボウスキーが出てきました。ついにガボウスキーが出てきました。ポーランド男子決勝リーグの初日第2試合、国立代々木競技場を埋め尽くしました1万2000の観衆から一つのプレーごとに大歓声が湧いております。現在日本ワンポイントのリード、13対12。田中のクロス、象徴的ですよね、はい、相手のエースを狙いました。そうそう、田中と、ね、ボイトビッチ、15番の対決、今田中が若干リード、はい、ね、13対12からサイドアウト。サーバーその、いや、島岡でやります。さあガボウスキーがボセックを使いました。取った、小田のファインプレー、チャンスボール、ポーランド、ガボウスキー、今出てきたばかりのガボウスキーです。これはホールディングです。そうでしたね、小田が懸命のレシーブでしたがホールディング取られました。島岡がよくつなぎました、その後。そうですね、13対12、まさに山ですね、一つ山ですね、はい、
猫田が田中を使います。今度はガボウスキーが受けました。足に不安がありますガボウスキー。さあ繋げるか、トスにするか、いいトス、いいトス、いいトスになりました。田中ステファンスキーがトスを上げる。ガボウスキーが切り返す。ボセック、猫田のブロック、猫田のブロックが出ました。いやー驚きました、驚きましたね。いやしかし嬉しい、猫田がブロックしてくれた、大きいです。ここはメンバーチェンジです。モレンダが出てきました。ボセックに変えてモレンダ、レシェック・モレンダ196センチ24歳。この選手は経験があんまりありませんからね、はい、一発止めたらね、この選手も捕まりますよ。森田のドライブサーブ、大歓声に送られています。時間差攻撃、小田が押し込んだ。あー、ポイトビッチ、さすがにエースです、世界のポイトビッチですね。シュパルツ、色黒という意味だそうですけど、本人ちょっと嫌がってましたけどねそういうニックネームもあるそうです。いやー、しかし素晴らしい顔、はい、素晴らしい選手ですね、はい、さあ、猫田、バックトスから田中を使いました。ブロックに弾かれています。さあ、ガボウスキー、カルバッシュ、これもベテランの味、13対13、ポーランドも意地を見せます。この8番の カルバッシュがね、はい、これが本当に憎いプレーをしますよ ね。サーバーにチャヤが下がりました。田中、ブロックに合っています。さあ、島岡、アンダーハンドで上げる。センターから小田打てるか、フェイント、ガボウスキーが上げました。カルバッシュが切り返す、向こう側、モレンダ、クロスに入りました。14対13ついにポーランドセットポイントを握ったところで、中村監督2度目の作戦タイムです。追い詰められましたね、ですけどね、ここのところはね、まあ、まだまだですよ。これ1点っていうのはね、どうなるか、この転がるか分かりませんがね、いずれにしてもね、モレンダに今ね、モレンダが出てきたんですが、そのモレンダに2発打たれた、はい、1発もブロックが引っかからなかったところが苦しかったですよね。さあ、ここでもって気持ちを取り直して、まだ初めのつもりでもっていけばですね、このセット1セット目を取るか取らないか、日本のチーム、日本にとってはやっぱ大きな鍵ですからね。そうですね、はい、まあ、ポーランドとしては追い詰められたところでセッターをガボウスキーに変えた。そう、これがまあ今のところいい方へ出てるわけですね。そうですね、まあ、このしかしガボウスキーが、果たしてね、本当にいけるかどうか、はい、足首の故障が意外なところでもってね、出てくるかもしれませんよ、ね、はい、猫田、バックトスから田中、さあ、ポーランドチャンスだ。モレンダがアタックラインの後ろから打てません。さあ、日本逆にチャンス、小田のビーク行った、鮮やか、見事な高さがありました。今のはコースも良かったんじゃないですか。はい、いいですよ。正面のボイトビッチを完全にね、中側へ外しました、はい、サーバー田中です。チャヤ、ガボウスキー、時間差を使いました。カルバシ、さあ、日本チャンス、小田がアンダーハンドで上げました。アタックラインの上から花は拾われています。ちょっと力ありませんでした。さあ、カルバシだ、これはアウト、14対14、ついにジュース。今のはね、はい、カルバッシュじゃなくてね、本当はセンターのボイトビッチを使うかと思ったんですが、珍しい使い方しました。時間差攻撃モレンダ、まあ、ヨーロッパ選手権でもああいうケースで、前衛にボイトビッチがいればボイトビッチをおとりにして、そうそうそう、非常に多かったですね。その代わりボイトビッチが後ろに行ったら、バックアタックにボイトビッチをフルに使う、これがポーランドのパターンですね。モレンダが後ろに下がったところでボセックを返しました。そのボセックのサーブです。14対14からサイドアウト、ついに第1セットからジュースにも連れ込みました。バックアタック、田中のバックアタック拾われました。さあ、今度はカルバッシュ、レフトからフライングレシーブはわずかにアウト。15対14、またポーランドセットポイントであります。あ、さっきの田中のバックアタックを無視していったのが、今のはちょっと力を抜きましたから ね。さあ、ここで頑張ってもらいたい。ボセックのいいサーブです。猫田が小田を使いました。小田ダイレクト、思い切りがいいですよ、今日の小田は。それといいところへ帰りましたね。そうですね、小田危ないんですよ今、正面正面打ってるからね。なるほど、目の前にねボイトビッチがいるんでハラハラします。私は小田が後ろへ打ってくれる、コースを打ってくれるといいんですがね、日本の首脳陣の願いはそれなんですが、なんとかコースを考えて打ってくれと、はい、ただ相手のブロックがまだね、タイミングを掴んでませんから、今のうちはいいですがね、さあ田中が、猫田、さあ天井サーブだ、まだ高さ十分でない。あ、やった、いいサーブ、はい、来た、この体育館の天井高いですからね、思い切って打ってもらいたい。もっと集中スピーカーまで22メートルあります、はい、もっといいです。懸命のレシーブ、ステファンスキー、ガボウスキーがカルバッシュを使いました。これは決まりました、これは決まっています。しかし第1セットからすごい試合になりましたね、大変な予想通りの試合ね、まあ、館内は全く、それこそ
月並みな表現ですが立水の余地もありません。1万2000ぎっしり入っています。サーバーにボイトビッチが下がりました。前衛はステファンスキー、ガボースキー、そしてカルバッシュです。ねえ岩さん、この体育館、このコートの下が氷が張ってあるなんて夢にも思えません ね、この熱気ね。えあとボールは生きている、ボールは生きているぞ。アウト、アウト、アウト。ガボースキーやはり足が十分ではないか、はい、ジャンプの高さも不十分でした。5番のガボースキー、ソ連との試合で左足首を軽く捻挫しております。サーバー小田、いい感じで落ちました。あとクアタック、フーアタックです。今度は意地を見せたガボースキー。そうですね、金メダルセッターですからね、なんといっても、はい、サーバーにカルバッシュが下がりました。これで前衛はチャヤ、ステファンスキー、そしてガボースキーです。花はライトからホイッスルありません。さあ花はブロックに当たっているボサック、ガボースキーがチャヤを使います。アタックラインの上から、さあフェイントだ、日本チャンス。ライトから花はのフェイント、ブロックに当たっている。ワイヤーボールというアピールは認められません。よく打ち抜きました、今。そしてポーランドの方にはちょっと隙がありましたね。そうでした、ワイヤーボールかと思いましたからね、ホイッスルはありませんでした。サーバーその花はカルバシ、おっとダイレクトスパイク、あーネットか、あれが相手の攻撃ならばブロックとして認められるんでしょうね。スパイクはちょっとね、オーバーネットしました森田。惜しいところでした。15対15からサイドアウト。サーバーガボースキー、さあ根子田バックトス、向こうが田中、予選から通算しても今日の田中は一番出来がいいんじゃないですか。はい、いいでしょう、一番いいです。さあ島岡のサーブですよ、これ期待しましょう ね、打つときにちょこっとジャンプします。島岡独特のサーブ、あー惜しい、わずかに50センチほどオーバーしました。島岡のサーブミス。さあ15対15からサイドアウト。サーバーステファンスキーが下がりました。これでボイトビッチが前衛に上がる、すぐにセンターに移動、フェイント、田中のフェイントが決まりました。さあここでね岩瀬さんね、ボイトビッチが前衛ですよね、はい、そのボイトビッチ今レフトですから、はい、おそらくボイトビッチちょっとなんか足を滑ったんですね、はい、ボイトビッチにですね、ボールが集中するか、ボイトビッチをおとりとして他の選手を使うか、ここがね日本のブロックの判断のしどころ、ね、今はオープンですから私はボイトビッチでやっぱここは来るというふうに思いますかね。そうですか、はい、それをね、一発ブロックしてほしいですね。なるほどね、森田のドライブ、ああいや、ネットかアンテナに当たってますね、惜しい。日本プロでサーブミス2本連続、本サーバーチャヤ、息を飲む試合になりましたね。そうですね、小田のビークイック、今タイミング合わなかったんですよ、その分だけ良かった。あ、そうですか、だからね、まともに言ってたらピシャッと入りましたね、相手のボイトビッチのブロックの折り掛け、下がっていくボールが外に出ました。15対15からサイドアウトの応酬です。またボイトビッチ、止めました。さあポーランド、これで2回目の作戦タイムを取ります。16対15、逆に全日本が第1セットのセットポイントを取りました。2回のセットポイントを逃れた挙句に、今度は逆にセットポイントを掴んだ日本、この大会予選から準決勝リーグが入ってくる日本全体のこの試合の流れと、それを象徴するような1セット目になってますよ ね、こういう試合に。そして今、松田屋さんのお話の通りにボイトビッチのおとりを読み切って見事に止めましたね。そうそうそう、花は、ね、この5番の花は山梨県が生んだ偉大な、ね、選手になりましたね。本当ですね。さあサーバー田中です。そうブロック、ブロックですよ。岩田が出てきました、はい、猫に変える。金沢星稜高校出身、197cm、20歳の若さ。あ、岩田頑張れ。キューバ戦でも中村雄三の決断、はい、ボイトビッチが打った、打ったダイレクトで相手のコートに返っていますが、ファインプレー。さあカルバッシュレフトだ、最後は小田のブロック。17対15、全日本が第1セットを取りました。ぎっしり満員入りました国立代々木競技場でございます。松田さん、はい、第1セット全日本がよく取りました。いやもう最後のしかもね、あの大詰めのところでね、この6対15とリードしたところ、猫田に変えてね岩田を入れた、岩田を入れたでしょ、あそこでね相手はね
普通ですとの猫団とか低いですからブロックが、はいはい、猫団の上を打つわけですよ、うん、ところがパッと見たらね1メートル97センチの岩田18センチ違いがあるんですよね猫田とではそれでね、これは観点で中へ打った、そこへ待ち構えたこの小田のブロックにかかった、中村雄三監督のね最後は大ファインプレーですね、それと11番の岩田、ね、何もしなかったけれども良かったですね、何もしなかったけど良かった、いい出足ですね、サイドが変わりました、右に全日本左にポーランドですがガボウスキーを最初から入れますね、さすがね、ポーランドの方は最初からガボウスキーを入れました、しかし、ね、そしてモレンダも最初から入れてます、そうそうモレンダも入れてますね、はいはい、しかし岩田さんね監督のねこのベルチ監督は迷ってると思いますよ、あそうです、やっぱりねあの捻挫をした後のね、ガボウスキーを使うべきか、あるいはその代わりの13番サルダスキー、サダルスキーでいくか、ね、本当のことを言ってねベルチ監督迷ってますね、ここはね手前がベルチ監督、向こう側がスキバコーチでした、さあこのガボウスキーです、キャプテンです、この人はもう大変なベテランであることは間違いないし ね、ゴスチャニック、このそしてこのガブロフスキーでもってオリンピック優勝したセッターですからね、ポーランドもなかなかいいセッターを輩出する国ですね、はい、そうなんですよ、花輪のサーブで始まりました第2セットです、時間差攻撃、懸命のレシーブは小田でしたがダメです、このセットもね出足をねやっぱり大事にいきたいですね、第1セットがほら立ち上がりぐるっといかれましたからね、そうそう、しかしあれから1点差2点差になってですね、もう離されなかった、それが最後に逆転したこの日本の今いいところですね、1人時間差気味、右に回り込んだボイトニッチでしょう、さあ帰るか帰りません、ホールディングでしたね、その前のホールディングです、西本がホールディングを取られました、今日の主審はペーター・ランゲさんです、東ドイツ、まあ世界で今一番厳しくまた明快な笛を吹く人じゃないですか、はいその通りです、もうこの人のね今笛は一番脂が乗り切ってますね、ペーター・ランゲ威厳がありますね、いいでしょう、はい、さあポーランドが1点を先取しています、あ高い、田中の高いスパイクでした、いや田中がいいですよね、いいですね今日は、はい、見ましょう、2枚のブロック、あブロックの間をね、そうですね、バッといってます、左手で押し込んだカルバシマレック・カルバシュ190センチ27歳、ちょっと差し障りがあったらお詫びをいたしますけど頭が薄いんですけど、この人は胸毛がすごいんですよ、そうでしょうね、この人は胸毛が生えてますね、そうですか、1メートル90センチぐらいの身長ですからね、やはりこれなかなかねベテランであり身長も大きい、この人のプレーがね相手にとってはいやらしいですよね、本当にキャリアをうまく生かした攻撃を見せますね、はい、さあサーバーに森田が下がりました、ドライブサーブ場内からものすごい声援です、それに送られました、時間差攻撃カルバシ、第1セットの終盤にはボイトビッチのおとりをよく読み切ってブロック連続2本決めました全日本ですが、ここは今時間差が一発決まっています、ポーランド B クイック、さあカルバシのトス、バックアタックボイトビッチ、これを行かなきゃいけない、サイドラインいっぱいに決めました、このバックからのアタック、これがもうこのボイトビッチを世界のナンバーワンスパイカーに今このと言われるゆえんですから ね、 そうですね、これを1セット目止めましたよね、あの1セット目と同じように止めてほしい、はい、今度は田中がバックからではありませんけれどもライトからストレートの素晴らしいスパイクを決めました、この田中のサーブカルバシが受けました、ガボウスキーのジャンプトス、スバンスキー、あーこれはホールディングです、西本がホールディングを取られました、手がねのこの形になってればよかったんですがね、手が開きましたね、その分だけ、ね、はい、パチャーンという音でもって取られましたけれども、しかし今日はね、日本チームレシーブの方も非常に粘りっこいいですね、非常にいいレシーブをしておりますしね、まあ、さっきセットの話が出ましたけどね、はい、ポーランドのセッターってのは芸術的なセッターが多いんですよ、日本はね、この技術のセッター、猫だ、ソ連は堅実なセッター、はい、こういうタイプもありますね、なるほどね、はい、1人時間差をだ、完全にボイトビッチが惑わされました、前へ突っ込もうというところへタイミングを遅れてきましたから ね、さあ天井サーブ見せるか、猫だ、来ましたね、まだ高さ十分じゃありません、カルバシ、はい、ガボウスキー、モセック、さあ日本チャンスだ、田中のトス、穴が打ちました、よくレシーブしています、カルバシ、モセックのクロス、あタッチネットがありました、ね、3番の小田、私ですかということを副審に確かめて綺麗に手を挙げました、第1セット目と同じような立ち上がりになりました ね、はい、第1セットは4対0までリードされました、そうそう、しかしあの先行された4対0を、ね、日本が、ね、追いついて、最後に17対15と、ね、振り切った、逆転した、これは今日の試合大きい、しかも ね、あのノリに乗るね、きっかけをつかんだらどこまで乗るかわからない小田でしょ、これがブロックしたわけですからね、嬉しいですよこれはね、時間差攻撃読まれました、今度は読まれました、ボイトビッチの、いや
本当に今の読みは見事ですね。小田があれだけいいタイプで飛んだのをね、見抜くしなかった。今度は小田行ってみたらどうですかね。また読まれました。また読まれました。ちょっと猫が狂ってますね。猫が狂ってるのはおかしいけど、今は小田に行くべき。はい、第1セットと同じ4対0となったところで、全日本最初の作戦タイム。第1セットと同じように4対0と立ち上がりリードされました。今何か特に問題になるようなことがありますか？やっぱり猫 の, あのボールトスワー ク,、はい、トスワーク、これはね、やっぱり、時間さえね、相手がぴったり来てるってことですから、やはりこの辺ではどうしてもキックを使いたいところですね。まあここはしかし前衛が猫だ、いや、いや、あの猫が西本もいるわけですね。西本がいるわけですね。ですから小田もいる、西本もいる、花輪もいる、いわゆる速い攻撃、何でもございが3人いるわけですから、やはりここではクイックを使ってほしい。もっとバラエティがあっていいですね。はいはい、今度はライトから花輪、ワンタッチありません。これで6対0。今のもね、2人のブロックがもろに行きましたからね、ちょっと猫のボールさばきが今、感覚打ってますね。あ、そうですか。ちょっと島岡が木村コーチにアドバイスを受けております。この後メンバーチェンジでもあるかもしれません。 A クイックでね、今のはいいんですよ。 A クイックでもぎ取った小田の A クイックでサーブ権が来ましたね。小田がサーブに下がります。これで森田が前衛、森田、西本、花輪という前衛、3人とも打てる人です。時間差攻撃、モレンダの時間差攻撃が決まりました。この11番のモレンダね、さっきは一発目止めたら潰れると言ったんですが、一発目が抜けたせいもあるんでしょうけど、ノリに乗ってますね、この人は。そうですね、第1セット最初の一発はクロスでした。西本、ガボスキが受けました。ボセックのトス、さあカルバッシュです。レフトからのクロス、ブロック吸い込みました。3人のブロックですがダメでした。7対0、第2セットの立ち上がり大きく7点のリードをされまして、今度は島岡の起用であります。西本に変えて島岡、スパイカーとして変えますね。そうですね、西本はまだ前衛です。猫だと変える手もありますが、ここはやっぱり島岡はあれですね、西本と変えてスパイカーとして、1セット目の後半良かったですからね。そうですね、落ちました。いいサーブです。さあライトから原は、これはブロックアウトです。ボイドビッチのブロックがアウトになりました。7対0からサイドアウト。やっぱポーランドも底力ありますね。ありますよね、今日の第1試合がですね、あのキューバとソ連の試合が、キューバが1セット目取って、2セット目からガッカンとソ連にやられた、ソ連が乗りました、そんなゲーム展開にならないようにしてもらわなきゃいけませんから ね、なんかこういったね、同じようなパターンなんで、まあ、日本チームの奮起をここで期待したいですよね。そうですね、第1試合は3対1、セットカウント3対1でソ連がキューバを下しています。さあ第2試合、第2セット、7対0とポーランドがリード、ブロックアウトです。ポーランドに8点目が記されました。この辺になりますとね、カルバシをはじめとしてガブロスキー、その他のね、いわゆるまあミュンヘンオリンピック前からのね、選手たちのこの経験っていうのが、やっぱりずっしり効いてきますよね。そうですね、ブロックは拾われています。ネット上の押し合い、あ、直接押し込もうとしましたが、あ、ワンタッチありました。ワンタッチがありましたね、ガボスキーのワンタッチがありました。8対0からサイドアウト。さあそろそろ追い上げにかからなければ苦しい全日本です。サーバー島岡、あ、ボイトビッチは全部おとり、おとりでボイトビッチにはあげません、エースには。さあアタックラインの上から田中クロス、これはワンタッチない、ワンタッチありません、惜しい。田中のスパイクミスが出ました。第1セットはとにかくポイントとヒット合わせて15本ある田中ですがね、このセットはまだ本当の進化を出していません。当たりはいいですよ。そうですね、これはさっきね、やっぱりあそこのところでもって時間差をこの2本使ってシャットアウトされた、あの2点がね、やっぱり今のところ効いてますがね、まあ、この辺からじっくり追い上げてもらいたいですね。1セット取ったんですから、のびのびやってもらいたい。サーバー森田、ガボスキー、はい、バックからボイドビッチのバックアタックですが、フェイント、田中、ボセックが受けました。あっと、ガボスキーにしては珍しいトスミス、珍しいことだと思うんですね、やっぱり 足首ですよ、足首ね、あの広島で捻挫した後、これが効いてますね。さあ監督が辛いところですよ、ポーランドのベルチ監督考えますよ、この辺は。カルバシのストレート、ライトからカルバシのストレート、簡単に決まりました。それにしてもマレック・カルバシ、190cm、27歳です。それにしてもね、岩瀬さんね、いわゆるポーランドのお家芸のバックからのね、バックアタックをね、ボイトビッチのバックアタックが光ってませんよね。今日はブロックで一発シャットアウト、それからフェイントしたものを2本取ってる、
あのバックアタックを完全に封じ込めているというのがね、このボイトビッチ封じ込め作戦が効いている。これがいいところですね。センターからガボウスキー。なかなか攻撃も好きな人なんですよね、この人は。そうそう、まあヨーロッパのセッターってのは大体ね、攻撃型のセッターが多いんで、日本の猫だみたいに完全にセッターっていうのはまずいませんね。ええ、サービスエースだ。ガボウスキーのサービスエース。これでまた9対1。中村監督たまらず、2回目の作戦タイムです。8対0からようやくワンポイント返したところで、また9対1。2桁に乗せられる前にもう少し詰めたいですね。そうですね、まあ、ともかくこのポーランドを相手にしてね、世界 のメダル金メダル国を相手にして、まあ8点差ってのはやっぱ正直きついですよ ね、 いですよね。だからこのセットね、逆転できればよし、できないにしても次のセットへの出足をそろそろ考えてね、やはりムード盛り上げを考えなきゃいけないところです。日本はね、田中のクロス、いや花輪のクロスです。花輪のクロスが決まりました。サイドアウト。サーバーに猫田が下がりました。これで島岡が前衛に上がります。逆回転サーブの天井サーブ、はい、入った。さあダイレクトで、あ、打ちたかったですね今のは。しかしバックからポイトビッチですが、日本まだチャンスが続きます。花輪のストレート。本当にこの5番の花輪ね、切れ味のいいスパイクを打つようになりましたね。そうですね、はい、さあご覧いただきましょう。高いサーブです。これでリズムが狂います。ガボウスキーのジャンプトス、速攻、あんまりどこ使った、さすがにガブロスキー。若いモレンダを使いました。196センチ24歳。この人はヨーロッパ選手権では7試合のうち5試合、全部途中から出場しただけなんですよね。そうでしょうね、いわゆるメンバーチェンジ要員だったでしょうね、はい、この間の広島のソ連戦あたりでね、ソ連戦 の最後の部分、あの辺でモレンダ この活躍が非常に目立ちましたね。そうですね、あの辺で使えるって感じが出たんじゃないでしょうか、はい、今年初めてナショナルチームに入った若い人なんですよね、この人は。そうらしいですね。サーバーステファンスキーです。猫田バックトス、ライトから花輪。花輪が先ほどレフトから2本打って、今度はライトへ回り込んでましたね。この花輪のね、今牛若丸ですかね、本当に右に左に気持ちのいい動きです。小田のサーブです。時間差攻撃だ。ボイトビッチが長い腕を生かしました。この人腕が長いですよね。腕が長い、そして肩が強い、それでしかもジャンプをあまりしない、実はこれがですね、バックからのね攻撃をね、非常に彼独特のものにしてるんですね。そうなんですか。花輪またライトから。意外とね、ジャンプをうんとする選手はね、バックからの攻撃はタイミングが取りにくいんですよ。つまり強いサーブを打つのと同じですからね。なるほどね。サーバー花輪です。いいサーブを持っています。速攻、はい、タイムだ。いいキックですね。本当ですね、今のを見ててもジャンプの高さというのはあまり感じませんもんね。そうなんです、しかしこのタイミングの取り方がもう抜群ですね。そうです。まあこれはね、タイミングというかこのリズムというか、まあいわゆるショパンの国のやっぱりね、なんかクラシックな感じがしますね、この人のキックは。田中レフトから、あ、これはワンタッチありません。ネットに当たっただけ。さあポーランド2桁に乗せました。10対2、その差8ポイント。2冠王を相手に8ポイント差は大きい。全日本です、苦しいところ。あ、押し込んだ。押し込みました、田中。スパイク、ブロック、サーブのトータルポイントでは現在第2位におります田中であります。ダイレクト、ダイレクトスパイクがポイントになりました。10対3。まだまだね、10対3という点数はいけますからね、逆転のチャンスも大いにある。仮にそうなんなくても第3セットのためにね、この辺でリズムを取り戻しておいてほしい。日本アウト。ああ、ワンタッチがあります。これはワンタッチを取られました。猫が触りましたね、ごめんごめん。メンバーチェンジです。リバチョフスキーが出てきました。おボイトビッチを休ませますね、はい、そうですね、よくリバチョフスキーは後衛で変えていくんですよ。したがって守りを重視してるわけですね。むしろね、ステファンスキーやったと変えたりなんかすることが多いですけどね、リバチェスキーはもちろんレシーブは上手い、ボイトビッチを下げたところは面白いところです ね。いわゆるポーランドのお家芸のバックアタックをですね、むしろこの場合は捨てたってことですからね。なるほどね。ボイトビッチと並んでブロックのいいステファンスキーのブロックが出まして11対3。日本ますますピンチです。ガボウスキー、カルバッシュをライトから使いました。ポーランドこれで12点目、12対3。日本ここでメンバーチェンジ。6番の深尾を入れます。さあ今度は森田を休ませます、
全日本が森田を休ませます。これでいいですね、これで森田をね、次のセット大事の、ね、ためにきっちり満たしておく、はい、本当は島岡をね、取っておいて猫田を変えておく手もあったんですが ね今島岡は今もう出してますからね。さあ入ったばかりの深尾、ここで2本連続、あっとブロックにかかりました。14番のステファンスキーのブロックポイント。14番ステファンスキーよくすごく頑張りますね。そうですね、これもやっぱり14番のステファンスキーもミュンヘンオリンピックからのね、選手です。私も試合をした経験がありますがね、予選リーグから続いてもう20本のブロックですよ、今ので。その頃は坊やだったんですがね、そうですか、22歳でしたからね、今は27歳、立派になりました。働き盛りですよね、バックトス、レフトから田中のクロス、力がありません。さあガボウスキー、カルバッシュを使います。うん、島岡がこれは取れないというふうに首をかしげてしまいました。14対3、ついに第2セットのセットポイント、ポーランドが使いました。逆モーションになりました。そうですね、はい、リバチェフスキーのサーブです。さあ猫田、誰を使うか。レフトから田中を使いました。ブロックはアウト、このブロックはアウトです。最初のブロックセットポイントを逃れました全日本。サーバーに深尾が下がります。これで小田が前衛に上がってきました。小田、猫田、田中、日本の前衛です。さあ森田が早くもユニフォームを変えてきたみたいですね。変えました、ユニフォームの上着を変えてきたようです、ね、はい。まあこのコートの上の下にですね、皆さん方がご覧のこのコートの下が氷が張り詰めてあるね、その上に断熱材、そして床。松田さん、高校生が出てきましたよ。本当、マテイ・ヤロッシュ18歳ですよ、この人はまだ、ポーランドの高校生。ネット上の押し合い、ホイッスルありません。さあ切り返してストバンスキー、ボールは生きています。ライトから田中のフェイント、モレンダとステファンスキーのブロックを交わしました。さあ股間者、辻合慎一郎の登場、田中に変えて辻合の登場です。サーブとレシーブの最も、ね、得意な選手辻合、準決勝リーグのキューバ戦でもね、大活躍でしたね。大活躍をしましたからね。185センチ、23歳。おー、いいサーブだ。いいサーブだ。実質的には釣り合いのサービスポイント、押し込んだのは小田でした。しかも狙ったところがレシーブの一番前、リバチェスキーにやるところになったんですから、立派。ああ、惜しい。どうしても1本やると2本目が欲が出ますね。どうしても出ますよね、14対4から2回目のセットポイントでやります。サーバーはガボウスキー、2段で押し込みました。猫田、まるで後ろに目がついているような猫田であります。2回目のセットポイントを逃れました。さあネットを越えるか、面白い、ネットを越える、ギリギリで越えました。ダイレクト、ライトからステファンスキー、ボール上がっている、ボールは上がっています。花はこれで岩下さんね、14対5、友が点数はともかくとして、今花輪が打ち、島岡が懸命にトスを上げ、ムードが盛り上がってます ね。これが3セット目に、大きくつながります。つながりますね。ガボウスキー、ジャンプトス、向こう側ボセックですが、リバウンドを取った感じ、もう一度ボセック、今度は打ち込みました。ブロック吸い込んでいます。さあポーランド、これで3回目のセットポイント。またメンバーチェンジ、ボイトビッチをコートに返します。このセットはとにかくボイトビッチのバックアタックを使うまいという判断なんでしょうかね。そういうことですね。でおそらく前夜入ってきたボイトビッチ、さらにここはまだおとりでしょうね、きっといれば使いたくなりますからね、はい、花はライトへ回った。さあセンターから、いやレフトから長く押し込んだ、苦しいところです、今のは、はい、今のもね、岩瀬さんね、小田のクイックをおとりにして花輪の時間差を使った猫だ、これがいけないんですよね、今のところあれをジャーッと来てますからね、読まれてるわけですからね、はい、小田のクイックが欲しい、ブロック、花輪のブロック。さあここでポーランド1回目の作戦タイムを取りました。14対3と追い込まれたところから3ポイント返しました全日本。本当に松田さんのお話通り第3セットにつながるでしょう。そうですね、今監督のベルチ監督ですね、ベルチ監督映ってましたがね、はい、世界選手権とオリンピックで優勝したのは実はこのベルチ監督ではなくて、前のワグネル監督なんですが、そうなんですね、あの強気のいわゆるドイツ系のワグネル監督から引き継いだこのベルチ監督、一番手前、今一番苦しいところですよ、そうですね、それだけにね、そうヤロッシュのトス、さすがボイトビッチが決めました。さあこれで4回目のセットポイントです。ポーランド
得点は14対6。サーバーにモルンダが下がります。これでヤロシが前衛であります。辻合が受けました。猫田のトス、ライトから原は、原は決めました。ガッツポーズを見せます猫田。さあメンバーチェンジ。辻合が前衛に上がったところで田中をコートに返しました中村監督です。はい、辻合が入ったことは十分に意味がありました。意味がありましたね。この辻合は今十分な活躍をして引き上げてきましたね、はい、レシーブが締まりました。ムードが乗ってます、はい、さあ、はい、チャンスボールです。日本、あーっと打ち手がいない。もったいないことをしました全日本。あー、バセックが打ちました。今のはね、猫田がセットアップする暇がなくて、なるほど、ライトのサイドにいた島岡にボールが行って、島岡がトスを上げたんですが、深尾の A クイック、そして田中のこの中への B は読み切れませんでしたね。さあポーランド5回目のセットポイントを迎えています。氷の上に張られた特設コート、その上に汗が滴り落ちます。日本ポーランド第2セットの終盤であります。ポーランド5回目のセットポイント、ジャンプトス速攻、はい、ノーマークなんですね、だからこれを A クイックをね、AB をどんどんやっぱり前半に使って、今度のセット、次のセット、これにセットもし負けても、ね、そういう戦法でいってほしい日本。サーバー島岡です。ガボースキー、ボイトビッチを使いました。あった、よくボールが上がりました。島岡のファインプレー。さあ田中、日本チャンスです。日本チャンス、速攻は拾われました。さあライトからカルバッシュ、あっという間に入りました、はい、いっぱいに入りました。いやー、よく狙って打ってますね。今のはね、カーブさせて打ってるんですよね。相手がガタガタに崩れた、体型が崩れたと思ったんでね、いやらしいボールを打ちました。8番のね、カルバッシュ。6回目のセットポイント。さあ今度はレフトから田中、さあ今度はポーランドチャンス、またカルバッシュですね。ライトからカルバッシュ、クロス、ついに15対6。第2セットは第1セットと逆にポーランドが取りました。日本バレーへの情熱が世界を打ち抜く、ワールドカップバレー11月1日開幕。第3セットの開始であります。全日本の方は島岡を最初から入れてますね。いいですね、この方がいいんじゃないですか、はい、今日は。一方のポーランドの方はモレンダとガボースキーを第2セット同様スタートから使っております。11番のモレンダが当たってますから ね、 そ、 うですね。それにあの5番のガボースキーも結構使える、そういうことでしょうね。このガボースキーの足首の捻挫がですね、思ったほど 大変なことじゃなくて、使えるようになったということはやっぱり嬉しいでしょうね、ポーランドはね。それと日本もですね、勝ちたいことは山々ですけれども、相手のセッターが怪我をしたから勝ったというよりも、そうそうそう、ね、本当に十分の力を発揮した上で勝ちたいですよね。そうそうです。しかしそれにしてもね、岩さん、第2セット目取られはしたけれども、最後の部分でね、非常にいいムードで追い上げました ね、 そうですね。あのムードがね、バレーボールとは次のセットの出足に必ず響きます。そうでしょうね。これを期待しましょうよ。カルバッシュがレフトからブロック、ブロックは拾われました。ちょっとホールディングサイがホイッスルありませんでした。結局サイドアウト。サーバーにポーランドボイトビッチが下がりました。197センチ24歳。田中が打ちました、拾われています。センターから森田、はい、さすがベテラン。もう全く力使わないんですよ ね、 ね、相手は相手にね、もうあれですよ、ベテランがたくさんいると言っても、世界で金メダルを取ったのは俺なんだっていうね、この自信ね、やはりもう金メダルに対しては金メダルの誇りを持った男、これはやっぱりね、こういう 大変なゲームになるとこういう誇りのものを言いますからね。カルバシが受けました。ガバオスキーのバックトス、バックアタック、取った、森田の正面でした。さあ田中打てるか、やった、これが大きい、ポーランドのもうお得意の先輩特許のバックアタック、これをブロックするかレシーブするか、今日の勝利の鍵です。そうですね、森田のドライブサーブです。さあもう一本バックアタック、今度は抜けました。今度はストレートに抜けていきました。今もね、あのテレビご覧の方はお分かりだったと思うんですがね、普通バックアタックっていうのはですね、セッターからね、ネットから離れたトスを上げてそれを後ろから飛び込んできて打つんですが、バックからバックへ上げてそれを打つ、これはもうボイトビッチだけでしかできないプレーですね。これがボイトビッチの世界一のスパイカーと言われるゆえんです。いわゆる利権心がバックから打つ、カンマン心が打つ、そういうのとは違うんですね、はい、違うんですね。バックからバックというね、大変なプレーですこれは。さあガボースキー、今度はモレンダを使いました。あ、腕のスイングが素晴らしいですね。このモレンダね、実はさっきから見てるんですがね、
ボイトビッチとタイプが似てますね。そうなんですか。腕の振り方 ね、 振り方ね、まあ、ご覧いただきましょうね。11番と15番よく似てます。さあ今度はチャンスボールがポーランドに返しました。ちょっと担ぐような、はい、日本も後ろからバカダック田中、同じことやりましたよ、今ガボスキーが受けました。さあモレンダちょっとネットに突きすぎた、これはブロックだ、小田のブロック、ちょっとこっちがネットに突きすぎましたか。はい、いやともかくね、いやご覧いただきましょう、どうですか、出た出た、小田出てますね、ともかく3m70近くね、ともかく高いところへ届くっていう男ですからね。3番ランニングジャンプ110センチという3番の小田勝美、はい、さあ天井サーブです。これで崩しましょうね。おーっと崩れています。はい、2段トスボセックよく打っています。ボセック、さあ花輪のトスセンターから小田フェイント、さあボセックに拾われました。バックアタックボイトビッチ、よくボールがつながっている。さあ打てるか、小田振り向く球、カルバシが拾いました。ガボウスキー、さあレフトからボセックのフェイント、これは拾いました。日本チャンス、島岡レフトの花輪のフェイント、花輪のフェイントが決まりました。2対0、セットの立ち上がりスルスルっとリードするのは日本初めてですね。やっぱり3セット目 ね、2セット目 の、 あの後半が良かった、これが効いてます。効いてるんですね、はい、ガボウスキーセンターからモレンダ、いやーこれは繋がらない。バレーボールというね、バレーボールというのは岩田さん、やっぱりリズムのスポーツですからね。そうですね、だからヤフに1セット取って、はい、2セット目大きくリードされても、うん、まあいいやなんて言わないで、最後に粘りに粘った、あれがやっぱり効いてます ね、 なるほどね。今日の日本いいです。あそこであっさり諦めるともうポーランドのペースで3セット始まっちゃうわけですね。そうです。さあチャンスですね、日本。日本チャンスボール変わります。田中猫田ジャンプトス、何も言うことはありません。一息入れてね、そうですね、1セット目の最後のブロックをしてからね、はい、これを決めてから小田はもうね絶好調ですからね。ますね。今度はお返しボセックの速攻、Bクイック、リシャルとボセック190センチ27歳、この2番のボセックと8番のね、なんといってもカルバシ、この2人をね本当に要注意ですね。要注意ですね、いやらしい選手ですからね。あ、今度はブロックが出ました。ボイトビッチのブロック、15番のボイトビッチ、ブロックが昨日までの試合で23本あります。さあ花輪もう一つボイトビッチのブロックにかかっている。さあもう一つ花輪に行った、押し込んだからダメ、拾われています。さあガボウスキー誰を使うか、ライトからボセックです。ブロックは拾われました。さあガボウスキーもう一度ボセック、ライトからストレート、うまいですね。今のはもう名人芸ですね。もう中側に体は完全中を向いていた、手の手首のいわゆる切り返しだけでストレートを打った、名人芸です。2対2の同点です。さあライトから花輪、いや森田を使いたいところですね、ここでね。あっとこれはドリブル、田中がドリブルを取られました。森田がクイックに飛ぶ、その森田をおとりにして花輪、花輪、花輪って3回言ってるんですね。猫のボールさばき頑張ってもらいたい。やっと良かった、一つがそうですね。ちょっとこの辺り日本が乱れています。さあバックから田中、あっとワンタッチあります、ワンタッチあります。はい、ボイトビッチがもう両手を挙げました。はい、私が当たりました。今日はね、このボイトビッチ15番と日本の田中、この打ち合い、このしかもそれもですね、田中とボイトビッチのバッカの打ち合いも見ものですね。ボイトビッチはおとり、カルバシ、さあチャンスだ。さあ森田が田中に打たせます、クロス、間ですね、はい、1人の、ボセックとボイトビッチのブロックの間でしょう、はい、ご覧ください、間ですね、よく抜けた今のは。サーバー花輪です、サーブです、それで花は13本目のサービスエースです。いや大変なもんですよ、この人の、今13本目予選リーグから数えてるんですね。そうです、花は西本、大活躍ね、サーブはライトからボセック、ブロックにかけています。あの後のカバーがいいですね。あ、いいですね。さあチャンスだ、さあ田中、島岡、田中のクロス、ステファンスキーの懸命のレシーブ、ガボウスキーがカルバシを使います。クロスはアウト、クロスはアウト、日本5点目、5対3、ここでポーランド最初の作戦タイム。日本はね、岩瀬さん、このセットね、もうせっかく2セット目の後半から準備してきたこの3セット目ですからね、このセットを何としてももぎ取って、そしてね、もう4セット目に全ての勝負をかけちゃうと、そういうことですね、そういうゲーム展開にこの持ってってほしいですね。とにかくあの中村監督の狙いは、
簡単なゲームはやらないんだということ、もつれにもつれるゲームをやるんだ、これが一つの狙いだと言ってましたがね、今のところゲームはもつれています。はい、もつれたゲームには強い日本になりましたからね。そうですからね、はい、開き直るの日本、はい、言葉は悪いけれどもいい意味でそういう日本になってますからね。サーバー花輪です。とにかくフルセットのゲーム3試合やってますからね。そうそう、さあ島岡誰を使うか、速攻だ、今のはうまかった、うまかったですね。いや、うまかったですよ。実は偶然ですがね、島岡と猫田の2セッターになってるんです、はい、偶然、で実は猫田があまりキック使わないでしょ、はい、それだけに島岡がね思い切って今森田を使ったことが、これがねいわゆるバリエーションをうんとつけますね、日本チームに。ポーランドとしては島岡のトスワークっていうのはそれほど分かってないわけですよね。そうそう、一つは、はい、あっと珍しいサーブレシーブのいい島岡が乱れました。サービスエース、ボセックのサーブ良かったです、良かったですね、スピードありました。もう一つボセックのサーブ、森田が受けました。猫田のバックトス、レフトから田中、危ないところよく拾いました猫田です。さあ2段トス、リバウンド取りました田中です。さあ猫田のジャンプトス、今度は強打、しかしブロック、いやボイトビッチのブロック素晴らしい、はい、まあ、ともかくねミュンヘンオリンピックにも出てきた選手ですがね、今本当に時代を、新しい時代を作っているボイトビッチですね。そうですね、速攻、またブロックに合いました、またボイトビッチ、ボイトビッチ連続ブロックです。ここで中村監督が作戦タイム、得点これで6対6、ポーランドがついに同点に追いつきました。ブロックで連続やられましたね、今ボイトビッチ、しかもそれはもうボイトビッチのブロックにやられたと言っていいですよね、これはねやはりさっきからこの心配してるね、正面打ちが今苦しいボールね、あ今のは森田が捕まったんでしたね。そうですね、はい、正面打ちはね、はい、コースを打ってほしいところですね。今またサーブレシーブ乱れました。さあ打てるか田中、よく打ちました。最初のブロックでもうすでにワンタッチがありました。6対6からサイドアウト、ボイトビッチはこのセットすでに3本のブロックポイントがあります。サーバー島岡、きちっとセンターセッターに帰って1人時間差、はい、もうブロックよし、1人時間差よし、バックアタックよし、レシーブよしね、もうサーブよしと、この15番ミスターバレーボールはね、今やね、森田とこのボイトビッチのね2人に与えられる名前になりましたね。お返し、その森田、はい、これは森田、バレーボールの革命をね、2つあるんですよ、森田の1人時間差、ボイトビッチのバックアタック、なるほど、この2人男です。今度はブロック、小田のブロックが出ました。また日本がワンポイント先行、7対6、森田のドライブサーブです。ガボウスキーがセンターからカルバシを使いました。さあ日本出した、島岡が味方の敵陣をよく見て田中を使いました。小田が2段で打ちました。さあ島岡、セッターが2人います。よく打った、よく打った田中がね、田中の表情が今日はもう変わってますよね。これは表情いっぱいの男、見ましょう、体がガーッとかぶさってる、いいですね。しかしそのラリーの中でね、見せたね花輪のレシーブがね、いぶしいんですよ、ね、今のは。さあここで4番のチャヤをコートに入れました。ストランスキーをしばらく休ませます、サーバー、ドライブサーブの森田です。そう、例の声に送られました。ボイトビッチ懸命のレシーブ、さあセンターからカルバッシュ、これは簡単に決まりました。いやこのね、簡単に決まったように見えるのね、本当にこの人のうまい打ち方ですがね、このね、中川へ完全に来ると、クロスへ来ると思います、あの格好見てると。最後にひねられるんでね、力の入ってない手に当たるんですね。技術が簡単に決めさせるわけですね、はい、そうですね。あっと、ネットに近すぎるが、うまい打ち方をしました田中。今度は速攻、ネットの上端に当たってしまいました。ネット上の押し合い、ホイッスルありません。さや、おっと、ガボスキーと当たった。日本チャンスボール、日本チャンスだ。猫田、キラッとバックを見ました。田中がバックにいた、あっと、ワンタッチない、いやもったいない。今のはね、ちょっと今は私もちょっと判断しますね、何をやろうと思ったのかが分かりません ね、 なるほどね、ジャンプをほとんどしなかったですね、田中は。花は受けました、猫田、ディープ、やっぱりね、このね、A だの B だのバンバン使わないとね、猫じゃないですよ。ただ時間差のね、トスを上げてるだけじゃない、やっぱり猫田がね、この辺でひらめきがよみがえってくれることを期待したいですね。のサーブミス、ちょっと日本のムードに水を差した感じ。小田をクイックに飛ばしてたんではもったいないですよね、そうそう、ね、本当にその通りです。ガボスキーのサーブです、いいサーブでした。さあ小田がセンターから打ちますが、これはアシックラインの上からで
ネットにかけました。8対8の同点。ちょっとチーム の, このいろんなコンビネーションが今パッと崩れてますからね。そうですね、ここのところで作戦タイムなりなんかメンバーチェンジなんかが欲しいような感じもしますね。そうですか。日本はすでに1回作戦タイムを使っております。第1セットにも8対8という同点の場面がありました。手前中村監督、向こうが木村コーチ、はい、辛抱する、ね、中村監督です。辛抱強いところですから ね。サーバーはガボースキーです。花輪でしょうね。花輪を使います。いや大きいですね。大きいですね。いやもう本当にね、今どうなるかなここはと思ったんですが、ね、この打った後ですが、打った後ですが、ジャンプがいいですね。そうですね、ジャンプのキレとスイングの速さで相手のブロックが完成しないように打ってしまうんだというのがこの人の特徴なんですね。あっとこれは短い、届かない、これは短い。まあしかしあの松田さん、あの逆回転サーブというのはネットギリギリの落とすのが一番効果があるわけですよね。はい、その通りです。今根子田はそれを狙ったわけです。セッターにきちっとがありました。速攻はジャスミートしません。今度はジャスミート、今度はジャスミート、いいですね。これああいう風にしてクイックをどんどん使ってそれからオープン、うん、そういう風に持っていかないと相手がボイトビッチですからね、センターブロッカーが ね。サーバー小田です。ガボースキーレフトからボイトビッチ難なく抜きましたよ ね。あの今手がねしなやかにこのいわゆる、はい、ムチで引っ張っていくっていう感じで、本当にスパイクっていうのはこの体で打つ選手もいますが、やっぱりムチでしばくような感じ、九州の言葉でしょうか。これがね、ボイトビッチのやっぱりいいところですね。だから最後までね、コースが読めませんよ、相手に ね。そしてその辺があの11番のモレンダとちょっと似通ったところなんですが、サービスエース、花輪のサービスエース、14本目。いや、恐れ入りましたね、この花輪、もう完全に全日本のラッキーボーイですね。もう乗りに乗ってください、頼みましょう。乗ってる選手はとことん使うと言っておりました中村監督です。ライトからボセック、ストレートアウト、ストレートアウト、狙いすぎ。日本これで10点目に乗せました。10対8。さあリバチェフスキーをレシーブの要として入れます。モレンダ下げますね、モレンダを下げますね、もっともね、リバチェフスキー12番が前衛に来たらまたモレンダを使うでしょうけれども、ね、サーバー花輪です。リバチェフスキーが受けました。ガボースキーからやっぱりボイドビッチです。メンバーチェンジは当たりましたね。当たりましたね。ポーランドのペルチ監督当たりましたよ、はい、今サーブがリバチェフスキーのところにシャッといきましたからね。10対8からサイドアウト。サーバーはボセックです。いいサーブを持っています。花輪が受けました。根子田のバックトス、さあ田中が打ちました。ワンタッチがあります。さあガボースキーがボイトビッチを使います。力いっぱいのスパイクではありません。さあ2段打ち、さあつなげるか。いいトスだ、いいトスだ。左手で打ちました。島岡ですが拾われています。さあガボースキー、今度はライトからカルバッシュ、これはつなげません、これはつなげない。ポーランドワンポイント返しました。10対9。足がよく打ちますよね、ああいういわゆる癖球。もうね、一本としてまともにね、まっすぐね、打ってませんよ、うん、この8番のカルバッシュのボールはですね、全部カーブなりシュートなりね、いわゆるミラクルボールを打ってますからね、いやらしいですね。ただこの人が27歳、ガボースキーが27歳、こういったベテラン勢がですね、はい、あのヨーロッパ選手権などを見ておりましても、3セット以降、3セットの後半以降、どうもあのスタミナに問題があるように思うんですよね。ポーランドは実はその辺のところが泣きどころにそろそろなってきましたね。そうですね、危ないところ、ボールは行っています。さあ、ボイドビッチがトスを上げた。カルバスライトから、さあ、これをいいトスにつなぎたいところ、いいトスになりました。森田が押し込んだがダメ、カルバス懸命のレシーブ。ガボースキーがカルバスを使いました。さあ、日本チャンス、島岡、いいトスが行きましたね。松原さんね、はい、田中がモントリオールオリンピックの終わった後、はい、私がボイトビッチに負けました、今度やるときには絶対負けませんと言ってました。そう、ね、今日ここまでどうですか。いいですよ、もう今のところ私はね、田中の方がボイトビッチよりもね、いわゆる1割か2割上回ってると。そうですか。あとね、大事なところでの1点をね、田中がもぎ取る、それをやってほしいと思います、ね、そうですか。いやー、ボイトビッチのお返しです。ボイトビッチは今日はね、素晴らしい選手なんだけども、バックからのね、この人の一番の真骨頂のね、バックアタックがまだ一発も決まってないですよ ね。ほとんど決まってないですね。日本のブロックが2本ありましたからね、はい、その分だけ田中が上といったらミスが出ましたけどもねさあ大変な試合になりました。10対10同点、第1セットにもこの場面がありました、8対8、10対10、もつれます。日本ポーランド男子決勝リーグ初日第2試合であります。田中、相手のブロックを破りました、はい、3枚ブロックですから ね、はい、ガブロスキーとね、カルバシと、一番手前にチャヤがいました。チャヤが今前衛ですからね、リバチェスキーがもう時間上がってきますね。サーバーは森田、
速攻です。顔だ、顔に当たりましたね。顔でも何でもいいから頑張って。ボール行ってます、ボール行っています。茶屋がセンターから打ちました。これは決まりました。顔面に当たりましたがどうでしょう、はい、コンタクトレンズですから心配ですが大丈夫ですかね。はい、島岡がちょっとコートが濡れているというようなジェスチャーを示していますが、リバチェスキーがね、今上がってきましたね、はい、リバチェスキー、チャヤ、そしてガボースキーですね、はい、従って変えませんね、あの変えませんね、モレンダにね、はい、日本にとってこれがね、ラッキーになるかもしれないね。あー、これはオーバーネット取られました。今のは出たかもしれません ね、ここから見ても明らかに出ていた感じです。さあ、ポーランド11対10と逆転したところで中村監督2回目の作戦タイムです。10対8とリードしたところから11対10、ここで3ポイント連取されたわけですね。今のしかしあのオーバーネットはね、私あの審判の表情を見てたんですけどね、じっと見ていてね、最後にバッと判定しましたがね、はい、実に公平な気持ちのいい判定をしてる ね、この日本でやってる、東京でやってる、はい、1万2000人の大観衆、そしてテレビを全国の皆さんが見てる、そういうことに何のね、課題も感じないで ね、悪いものは悪いっていう、ね、気持ちのいいペーター・ランゲ、いい審判ですね。この人はあの東出て新聞記者だそうですね。そうなんです、そうなんです、奥さんもジャーナリスト、私も奥さんもよく知ってるんですがね、はい、ご夫妻ですよ、気持ちのいい男。チャヤにタッチネットがありました、日本サイドアウト、さあ股間者、辻合慎一郎が出てきました。田中に変えて辻合、ラッキーボーイですから ね、花輪は辻合、この辺のラッキーボーイに期待しましょうよね。取られはしましたが第2セットでもいい活躍を見せました辻合慎一郎、いいサーブを持っています。第10回日本リーグのサーブを、ああここはエンドラインを変えてしまいました、1メートル半ほどエンドラインオーバー。びっしり満員の国立代々木競技場、一つ一つのプレーに歓声が湧き上がります。1人時間差、小田、これはドリブルです。ボイトビッチのドリブルを誘いました、小田の1人時間差。しかし、あの1人時間差にね、茶屋だけは2度飛びましたね。あ、そうですか。驚きましたね。惜しい。今度は大きすぎた。前と後ろに1本ずつですがね、仕方ありませんね。これは思い切った狙いですから、いいですよ、これで。猫田のサーブミスミス。こうやって11対10からサイドアウト。サーバー、茶屋です。あっと、サーブレシーブ乱れた。さあ小田が打てるか、あこれはアウトだ、これはアウト、日本に惜しい1点を失いました、12対10。場内からちょっとどよむきが起こっています、12対10、ポーランド2ポイントリード。しかし第1セットにもこういう場面が、ね、ありましたよ、これからね1セット目はね逆転していったわけですからね、はい、今小田でしょ、そしてレフトに花輪、はい、花輪が非常に今もラッキーボーイで当たってますからね、ここのところはねむしろ小田が場合によっちゃねライトへ回り込むようにして相手のブロックをセンターをライトへ引きつけて花輪に持ってきたいですね。花輪が苦しい、センターからよく打った、よく打った、3枚のブロックですね、今いやもうこれはもう花輪ね立派という以外にもう言いようがないです ね、はい、田中でも小田でも打てないボールをねこの小さな5番、1m92cm のね、花輪が打ってるんですからね。小田のサーブです、あっと呼吸が乱れた、ボイトビッチです、はい、手応えが上げてる、森田が打ちましたがブロックに合っています。さあガボウスキー、誰を使うか、ボイトビッチです、レフトからボイトビッチ、あ長い腕、長い腕が十分に行きました、2枚飛んだブロックの中へ、クロスへガチッと行きましたよね、素晴らしい男です。トマシュ・ボイトビッチ、12対10からサイドアウト、サーバーリバチョフスキーでした。さあライトから花輪、ブロックに合っている、ボイトビッチのブロックです。さあもう一度花輪、またボイトビッチのブロックです。弱気になっちゃいけない、ここで花輪もう一つ行け、またブロックだ、やっと顔を見ました、これはいけない、辻合がラストボール返しました、チャンスボールだ、今度は逆に日本チャンスボール、島岡ブロックであってる、あーっとこれはホールディングだ、自分に返りましたね、ここはしかしボイトビッチのブロックが連発しましたよ、はい、これはすごいですね、やっぱりボイトビッチね今日はバックアタックこそなのよ、もう一つ冴えませんけれども、はい、ブロックだけはもう今日はすごいブロックをしてますよ、連続 ね、やはりさすがボイトビッチ、このセット4本目のブロックポイント、ボイトビッチ、ここで全日本がメンバーチェンジです。ああ田中を返しますね、そうですね、本当はまだいいんですけどもね、はい、やはりここはチームのペースがもう一つというところですから、思い切って田中バックレフトですがまだ返しといて、はい、なんとかつなぎたいです、ここはね。サーバーリバチェフスキーです、フローターサーブ、小田が受けました、猫田、ライトから花輪です。さあいやいいレシーブを受けました、あっと呼吸が合わなかった、日本チャンス、花輪がライトから島岡が受けました、猫田バックトス、バックアタック、田中
リバチェフスキーの好レシーブ。さあライトから花輪、それでもドリブル、はい、それにしてもね、ポーランドの2番のボセク、12番のリバチェスキ、この2人のレシーブの見事さね、見事ですね、惚れ惚れしますね、はい、素晴らしい試合。ポイトビッチはおとりでした。ワンタッチは、ああタッチネットがありました。そうですね、田中にタッチネットがありました、はい、厳しく見ておりましたペーター・ランゲ。まあ、とにかく中村監督が3チームともにまともに行って勝てる相手ではないけど、中でも一番緻密なバレー、ミスのないバレーをするのがこのポーランドだと言ってましたね。田中ですが、ボイチョビッチのブロックに合っている。もう一度田中に行ける。ああまたブロックだ。ああこれはホールディング、センターセンター打ってますからね。そうですね、やっぱり花輪がこのところでね、ストレートをやっぱ打ってほしいところですよね、はい、14対10、ついにポーランド第3セットもセットポイントを掴んでいます。ボセックのサーブです。猫田のジャンプトス、田中、ボセックのレシーブ、さあセンターからボイトビッチです。2段トスになります。花はアタックラインの上から田中が打つ。これは見事、はい、ノーマークでしたからね、相手が飛ばなかった、はい、下がって思いっきり打ちました。下がっていきますよね、ボイトビッチとカルバッシュが下がっていきます。ブロックに飛びませんでした。さて14対10、最初のセットポイントを逃れました全日本。サーバーに島岡が下がりました。このセットはしかし粘ってなんとか逆転したいですね、12点まで追い上げますとね、これポーランドが、ね、1人時間差、焦りますからね、止めました。さあ島岡の2段トス、田中、まずワンポイント点、はい、はい、もう1点取るとね、ポーランド1セット目の思い出がありますからね。そうですね、ブロックに引っかかって今こうカーブしておきましたね、はい、まずワンポイント返しておりました。島岡のサーブです。いいサーブを持っています。ガボウスキー、ボイトビッチ、これは高さがありました。センターへ突っ込んでくると見せて、ライトへ開いて、しかもクロスへ打ったと、まあ言ってみればこう稲妻の形ですね。あ、ちょっとついていけませんね、はい、はい、ちょっとついていかれません、これだけは、はい、さあここでまたマチェイヤロシを入れます。高校生、ボイトビッチを下げます。7番高校生なんですね、18歳です。やっぱ可愛い顔してますよね、ベルチ監督最も期待する若手の一人であります、マテイ・ヤロシ。センターから一人時間差、止められました。さあこれは打てません、これは打てません。さあポーランドチャンスボール、2回目のセットポイントを迎えている。さあこれはカルバッシュが決めました。15対11、第3セットもポーランドが取りました。松平さん、はい、バレーボールですからまだまだ絶体絶命のピンチというには程遠いんですけれども、もちろんそうですね、苦しいところに追い込まれたということは確かですね、はい、それは言えますね、特にあのとりわけ3セット目取られたのがですね、理由がですね、あのボイトビッチのセンターブロッカーにね、この相手のブロックにしてやられたと、でこれはですね、やはり同じセットを取られるにしてもね、もう何か非常にダメージをこの受けた感じでこの取られますんでね、これが苦しいところですね。ブロックというのはやられた方は本当に嫌な雰囲気になるでしょうからね。そうなんですよ、連続ボイトビッチにやられましたからね。しかし今日はですね、ゲーム展開1セット目からですね、特にポーランドのお家芸のバックをね、バックアタックをですね、うまく封じてるわけですからね、このブロックにさえやられなければね、今日はいけますからね、頑張ってほしいですね。さあこのセット深尾を最初に入れましたね、はい、そうですね、森田を引っ込めました。そうですな、そして島岡も最初から使っております。はい、猫田と島岡を対角にしてますよね。そうですね、一方のポーランドの方はチャーヤとステファンスキーを最初から入れております。少しメンバーが変わりました。さあこのセットは日本のサーブで開始されます。サーバー花輪のサーブで始まりました。アンダーハンドで上げたのがボイトビッチ、カルバッシュのストレート打ちですが、これはネットの上端に当たってサイドラインを割りました。ここはね、中村監督のですね、もう思い切ったやっぱ作戦だと思いますね。森田を休ませておいて、はい、これもなんとしてもフルセットに持ち込んでという気持ちがここに現れてますよね。今日はなんといってももつれる試合に持ち込みたいんだ。それでね、森田をベンチに置いてあるということをですね、あの選手たちがみんながですね、中村監督は今日は5セット目を考えているとこういうそういうテストにつながるわけですよ ね、 これはだからいいことですよ。田中のクロスはブロックに合っています。センターからの深尾の攻撃、カルバッシュが押し込みました。このあたりベテランらしい味があります。何でもなくね、やってのけますけど、2メートルね、ともかく43センチのネットがあるんですがね、はい、何かネットなんか全然ないみたいな感じですよ ね、 今のプレーは。田中です、これもブロックをかすりまして相手コートの真ん中に落ちました。第4セットの立ち上がり、1対1の同点です。サーバーに島岡が下がります。いいサーブを持っている島岡、ボセックが受けました。ガボウスキのジャンプ、向こうがカルバッシュのクロス、
さあ2段トスを田中が打ちました。一番過ぎのファインプレー。いい、あっとドリブルありません、ドリブルの追いつきがありません。センターから深尾、あっと呼吸が乱れた、大丈夫か。田中がフェイント、これが決まりました。3枚ブロックをかわしてフェイント、しかもそのフェイントの場所はね、正面にはフェイント要員としてこの2番のボセックが入ってきてるんですが、そのコートのど真ん中一番空いてるところでスポッといったからいいですがね、いずれにしてもね、フェイントをかます、あるいは A クイック、B クイック、ダブル B というふうな形でね、いろんな変化攻撃を混ぜて15番のステファン、あ、ごめんなさい、ボス、ボイトビッチ、15番のボイトビッチをね、やはり幻惑することですね。なるほどね。アルバシのクロス、まともにいっちゃいけませんからね、アルバシのクロス、アラワのドリブルを誘いました。しかしこのセットの立ち上がり2対1、全日本がワンポイント先行しています。全日本のコートに汗が落ちています。サーバーにトマシュ・ボイトビッチが下がっています。あのトメックっていう呼び方もあるんだそうです。これはあの日本語で言いますと、うん、トマシュちゃんっていうような意味なんだそうです、ね、これを言われますと非常に恥ずかしそうに照れ笑いをするトマシュ・ボイトビッチであります。レフトからのスパイクは止められました。ステファンスキーの見事なブロック、3枚目、3人飛んだ一番中川に止まりましたよね。田中がね、こういったブロックをね、このしょっちゅうこの前にしてスパイクを打つ、こういう試合ってのはほとんどありませんからね、それだけにね、こういう場面を切り抜けていかなきゃ世界一になれない、ね、やっぱり先輩の大久保、横田もみんなこういう場面を切り抜けて世界一になったんですからね、やっぱり田中がここでもってね、下向かないで頑張ってもらいたいです ね、 なるほどね、はい、中村監督がそれを言ってました。この大会で非常にあの田中はいい腕試しの機会が得られたと、はい、つまりやってみた後で、あのキューバの高さにはやられたけれどもポーランドはかわせたとか、あるいはポーランドにはやられたけれどもキューバの高さはうまくかわせたとか、そういうあの財産をこの試合で作るんじゃないかと言ってましたがね。そうですね。それにしてもこの8番のね、本当にもうカルバッシュ、もう再三申し上げてるけど、うまいですよね。27歳、油乗り切ったね、27歳とはちょっと思えませんよね、この感じさは ね。日本ベンチにイエローカードが示されました。ブロックはアウトです。小田の速攻が決まりました。しかしスバンスキーなかなかいいブロックを見せます。サーバーに田中が下がりました。この人がスバンスキー、田中のサーブです。カルバッシュが受けました。あのこれは私の見間違いかもしれませんけれども、あのサーブレシーブがですね、はい、あのキューバあたりは手首に近いところで受ける、はいはい、でもポーランドあたりはあの肘に近いところで受けるような感じで受けるんですけれども、はい、その通りですね。そうなんですか、はい、その感じが出てます。小田の速攻、飛び込んだボイトビッチですがボールは上がりません。あの東ドイツのエンター監督の率いるチームがね、サーブレシーブが前世時代は世界で一番前チームでしたがね、そうですか、そのスタイルとね、このポーランドは非常に似てますよね。あ、そうですか。ということは目の高さと、自分の目の高さとサーブレシーブを受ける位置の高さは、これが非常に近いということでね、狂いがないことですね。根本の逆回転サーブ懸命に受けました。さあ引っかかった、日本チャンスだ、はい、小田が切り返しました。レフトから花輪決まりました。2対2から全日本ワンポイント先に来ました。これですね、そうですね、はい、これも取った。カルバッシュ呆然としています。猫のこのサーブが来て打ち上げサーブが決まってるセットは全部取ってますから ね。第1セットがそうでした、はい、第3セットはさっき失敗しましたからね、このセットいいですね。ステファンスキー、はい、懸命のレシーブ、ガボウスキー、向こう側ボセックを使います。フェイント、さあ日本チャンス、島岡が切り返しました。花輪のフェイント、これは拾われました。2段で打ちました、ボセック、はい、しかしね、ボセックの2段もうまいけども、その2段を打たせに上げたね、あの8番のカルバッシュのね、アンダーからのね、パス、これが見事でしたね。なるほどね。猫さんという声が聞こえました。移動時間差、あ、これはワンタッチがあります、ワンタッチがあります。公平な審判ですから間違いないですね。準決勝リーグで大活躍いたしました花輪の移動時間差、相手のワンタッチを誘いました。カルバッシュのレシーブ、ガボウスキーがボイトビッチを使います。ブロックが大きく弾かれました。悔しそうに左手を振りました深尾義秀。あ、ボイトビッチの、ね、髪の毛がもう汗でもって濡れてくるとですね、ますますなんかショパンの、ね、この2代目みたいな感じになってきますねそうですね。花輪のクロス、あ、これはアウト、これはアウトです。これがね、さっきあのブロックをね、ボイトビッチにバンバン食らったでしょ、はい、前のセットで、あれでね、やっぱり気にしてますか、気にしてね、コースを抜いて弱気になってるんですよね。あ、そうですか。これがやっぱりいけないところです、頑張らなきゃいけません。コースは考えなければいけないけど、弱気になっちゃいけないわけですね。そう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 です。バックアタック、見事にバックアタックを決めました田中美希康。
ネットとネットから3メートルのところにアタックラインがあります、はい、あのアタックラインよりも後ろでジャンプすれば次の選手でも打っていい、このルールを十分に生かしたバックアタック、はい、ボイトビッチより田中の方がバックアタックが上です。ボイトビッチおとり、カルマシンを打ちました。小田が上げる、さあ2段トスになります。根本の2段トスを田中フェイント打てません、弱気になりました。さあカルマシのクロス、あちょっと弱気になりましたね、はい、それがやっぱりさっきのね、今もボイトビッチがね目の前にブロック飛んでますからね、はい、だからここんとこは難しいところ、やっぱりね強気に勝るね、勝利はありませんよ。そうですね、はい、頑張ってほしい。さあ猫田バックトス、田中またフェイントだ、これは決まりました。今のはちょっとしょうがないでしょう、はい、いいところ持ってきました、短いところですからね、そういった田中がね、やはりストレートへね、やっぱりコースをストレートに焦点を絞って打ってもらいたいですね。ボイトビッチにぶつけちゃいけません。いいサーブでした。最後にね、中へ入って、ね、一歩だけ、最後の一歩がね、右足が外側にライトへバッてんです。中と見せて外へ出る最後の切れ味がいい、ボイトビッチ。ボイトビッチのサーブです。あっと、ジャストミートしませんでしたが、これはラッキー、ラッキーでした。もう、苦笑いしております。ラッキーな打ち点が欲しい。そうですね、4対3からサイドアウト。サーバー深尾義秀、サーブレシーブがいいですよね。そうですね、きちっきちっとセッターに帰ります。さあステファンスキー、これはこれはアウト、ワンタッチありません。ちょっとまた、いや私が見たというペーター・ランゲ、はい、陳副審の判定を認めません。はい、もうすべての権限は最終的には主審にあるわけですね。その通りです。5対3、日本2ポイントのリード、私が見たとはっきりペーター・ランゲが言いました。さあダボースキー、バックアタック、ボイトビッチ、田岡の好レシーブ。さあアタックラインの後ろから田中、もう1回、また後ろがボイトビッチ、ボイトビッチ、今度は切れました、2本目。すごいですね、今は田中とね、もう小田と2人、これで飛び込んできましたね、はい、ごめんなさい、後ろの方から飛び込んできて、しかもね、田中の手前、ストレートですね、ここへ打ったわけですよ。あ、まあすごいスパイカーですね、このボイトビッチ。場内がまだどよめいています。センター回り込んだ、田中としては打ちません。シャヤです、ブロックはアウト。さあこれで5対4、ポーランドがワンポイント返しました。サーバーにカルバシが下がります。チャヤが前衛に上がる、チャヤ、ステファンスキー、そしてガボースキーといいます。ポーランドの前衛、小田の速攻、ボイトビッチの懸命のレシーブですがボールが上がっていません。サーバーに田中が下がりまして、これで花輪が前衛に上がってきます。カルバシ、ガボースキー、さあボイトビッチのバック、小田のブロック、はい、いやーねー、浴びましょう、2本目、2本目ですよ今日ね。これはね、あれですよ、今までね、ボイトビッチがバックアタックをこれだけシャットアウトされたことないんじゃないですか。ないです、ないですね。はい、今度は花輪、今度は花輪、中村監督はにんまりと微笑みました。ここでポーランド作戦タイムを取ります。慌てふためきましたね、これで7対4となりました、日本3ポイントのリード。あれですか、あのボイトビッチのバックアタックもね、小田がバーンっていったんですけども、ヨーロッパ選手権の時はどうだったんですか。あのね、はい、ボイトビッチのバックアタックが相手の選手に止められたのを見たことはありません。拾われたことはあります。あ、なるほど、ね、拾われたことはありますけれども、ね、相手が止まらないんですよね、大体が、まずそうです、びっくりしちゃってね、そうなんです。ところがね、日本チームはね、今日あのボイトビッチのバックアタックを初めから狙ってますからね、これがいいとこですね、狙い撃ちですね、狙い撃ち。あっと、コートの真ん中に穴が開きました。あのベルチ監督が私のインタビューに答えて、はい、予選の最初の試合はあのソビエトとやったわけです、あのポーランドは、はいはい、ヨーロッパ選手権 で、 手権で、はい、この時に42本、うん、あのボイトビッチが打ったうちの14本がバックアタックだったんですけれども、なるほど、1本も止められなかった。これまであのボイトビッチが止められたのを見たことはありませんとベルチ監督が言ってました。それを小田今日2本止めてるわけですからね。そうそう、ねえ、今度は花輪、このセットは日本のブロックがもうどんどん出ましたね、しっかり合いました、はい、ちょっとサーブをするポジションのところが汗に濡れました。さあ猫田の天井サーブが出ています。さあステファンスキーが受けます。ガボースキーがチャヤを使いました。これで3本連続ですよ、はい、花輪が、花輪のブロック見事です、それと同時にね、猫田の天井サーブ、これがね、キックが使えませんよ、それを無理して使ってるからブロックかかるんですね、
ベルチ監督がベベルを呼びましたね。はい、やったー、サーブカウント日本9点目、9対4。さあメンバーチェンジ、ベルチ監督がベテランのベベルを入れます。25歳のチャーヤー、192センチに変えて190センチ、28歳のブロニスワフ・ベベルを入れました。1972年のミュンヘンオリンピックの年からデビューした男ですが ね、はい、カルバシ、はい、これもちょっと腰掛けになりましたね、はい、狙います、ブロック狙える、ボセック、あっと、あの母さん、僕のあの帽子どこ行ったんでしょうというのがありますけど今ちょっとね、島岡と小田がボールの行方を見失いました、ね、サーバーステファンスキー、移動時間、完全にブロックが取られているのはご覧いただきましたよね。1対4からサイドアウト、サーバー小田です。カルバシが受けました、ガボウスキー、あっとチップしただけ。さあ今度はライトからベベル、これはいっぱいに入りました、いっぱいに入りました、ベベル、このベベル選手がね、もうちょうど1972年のあのミュンヘンの頃、日本に初めて来た頃はですね、はい、あ今サーブ打っちゃいけない時にまた打ちましたけどね、今まだ汗を拭いてますが、このベベル選手、もう美少年でしてね、はい、あのヤロシュ、今度の7番のヤロシュ、あの年頃ですよ、なるほど、もう皆さんにね、小学生の人たちにキャキャ言われたんですが、そうですか、このね、ベベルももうすでに28歳、うん、ね、立派な男になりましたね。さあ、猫田が誰を使うか、ライトから花輪です。猫田がレシーブ、島岡がトスを上げて花輪が打ちました、ブロックの上端を弾きました。さあ、ガボウスキーがボイトビッチを使いました。さあ、いいトスを上げるか、小田、いいトスになりました、島岡が打った、ネット上の押し合い、ここでもまた双尾のカビアが打ちました、そうそう、もう一人の金メダル男、人間の金メダル男のね、意地がいきましたよね。松平さんはこの人の真面目さを感じておっしゃってましたね、はいはい、そうです。ステファンスキーが受ける、ガボウスキーが上げる、そしてカルバシが打ちました。さあ日本チャンス、2段打ち、あっと、これはワンタッチない、体が崩れました、田中、もったいないことをしました全日本です。サーバーにボセックが下がりました。これで前衛はガボウスキー、カルバシ、そしてまだボイトビッチが前衛のライト、レフトから田中クロス、ボイトビッチを一つ外して打ってますからね、田中今度はうまく打ちました、9対4からサイドアウト。このセットを取られると日本の敗戦になります。ガボウスキーが2段で相手の後手を落としました。ここでまたメンバーチェンジ、リバチェフスキーを入れます。ボイトビッチを下げまして、リバチェフスキーを後衛に入れます。いや、レシーブの上手い男ですよね、このリバチェフスキー。そうですね、ヒゲが生えて立派なヒゲを、ね、持ってますが、まだ25歳ですがね、このね、1メートル91センチのね、ピンチレシーバーっていうのはね、あんまり世界的にもいませんよ。いいね、1メートル91って言ったらみんなエースにしちゃいますから ね、ピンチレシーバーですからね、今は。アンダーハンドで上げました、猫田、田中が打ちました、ブロック、ブロックポイント、カルバッシュのブロックです。この人のブロックはあまり見ないんですけれども、見事なブロックを見せましたカルバッシュ。さあ、リバチェフスキーのサーブでポイントを挽回するかポーランド、まずワンポイント返して9対5。さあ、時間差攻撃、はい、これね、決めました、はい、ライトへ回り込みました、もうレフトではね、相手にもう読まれすぎる、今打ってるのはライト側ですね、ご覧いただいたように、あのライトへ回り込んだのが良かったですね。回り込んで、しかも左へのクロスを打ったんですよね、はい、そうです。さあ、カルバッシュのいいサーブでした、はい、ロッ、小田のブロック大きいですよ、この10点目、ブロックで取った10点目は大きい。10対5ダブルスコア。さあ、またメンバーチェンジです。ベルチ監督がまたメンバーチェンジ、11番のモレンダを入れます。やはりね、ちょっと右の肩に不安があるステファンスキーをベンチに下げまして、モレンダを入れました。サーバーは深尾です。高い変化球サーブ、カルバッシュの速攻、ジャンプしてですね、打つ瞬間までは正面向いててね、打つ最後の折りがけですよ、むしろ折りがけに体を中へ開いてコースをターンに打つ、このね、憎いほどのタイミングの良さ。今度は小田のビークイックです、はい、これは若さにあふれたビークイック、そうですね、さっきのカルバッシュはね、イブシギンのようなエイキック、もう本当に世界のね、ワールドカップでならではこんな素晴らしいバレーは見れませんよね。時間差攻撃、モレンダ、はい、若いモレンダ、196センチ、24歳、今年ナショナルチームに入ったばかりです。今世界の最高のプレーがもうどんどん出てますね。本当ですね、はい、猫田、花輪を使いました、ブロック、
また中ベベルですね。ベベルのブロックポイント10対6、ワンポイント返しました。ポーランド、油断しちゃいけませんよ、危ないですからね。4点ぐらいはもう瞬く間にバレーボールのリズムでいきますからね。今ベベルが1番つけてボセックが2番つけてますけども、ヨーロッパ選手権あるいはあのモントリオールのオリンピックではベベルは2番、ボセックは9番をつけていたんですよ。だからステファ、でもボイトビッチも、ね、5番でしょ、はい、みんな違うんですよね。みんな違うんですよ。あれはあの、ポーランド協会がですね、エントリーを組織委員会に出すときにアルファベット順に並べて書いてきました。そう言ってました、そう言ってました、それで日本に来てから急遽、バックナンバーそれから見直した気の毒ですね、さあ見ましょうかね、天井サーブ、リバチェフスキーが受けました、ビークイック、いやー今の距離がありました、はい、ありましたし、それから猫が寄ってほしかった。あーそうですか、力のないビークイックでしたからね。10対6からサイドアウトです。しかしあの1番のベベルのね、ニコニコした顔は不気味ですよね。そうですね、はい、10対6とリードされていながらね、はい、そしてあボイトビッチの凄まじいこの男らしい顔、はい、ガボウスキーの喉元に突き刺さりました。すごい今のはサーバーにその小田が触ります。前衛は塚尾島岡、あーサーブミス、腰に両手を当てて残念そう、天を仰ぎました。小田勝美198センチ、サーバーはベベルです。アンダーハンドで上げる猫だ、ライトからあーっとこれはいけません、これは腰砕け、ボイトビッチのブロックにもろに引っかかりました。さあ中村監督が最初の作戦タイムです。今ですね、小田選手がね、矢のようなね、突き刺さるようなスパイクをね、キックをバーンと打ったでしょ、あれで一気にと思ったんですが、それを自分でサーブ失敗した、この辺がね、やっぱり小田君やその田中君がですね、もう世界一になるためには絶対真面目でもらわなきゃいけないところですよね。自分で自分崩してますからね、したがってサーブ権が相手に行って、花輪がブロックでシャットアウトされた、やらずもらうの一点ですからね。そういうことですね。さあここで10対5から10対7と追い上げられました全日本。サーバーは依然としてベベル、せっかく小田がね、あの突き刺さるようなスパイクが行った後ですから、これを取り戻してあのペースにもう一回乗ってほしいですね。もう一回乗ってほしいですね、はい、綺麗なレシーブです。さあバックアタック、田中、これはワンタッチありません、ワンタッチなし、サイドライン割りました。コースをね、いわゆる狙いすぎましたよね、もうど真ん中を打ってんですよ。その差2ポイント、ポーランドの追い上げ急であります。さあ今度はライトから花輪、いいとこ行きました、バックの真ん中、バックセンター誰もいないところへポーンと行きました。モレンダ懸命のレシーブもボールが上がりません。10対8、さあ日本ここから抜け出したいところです。いいサブだ、サブです、いやー驚きましたね、はい、今中村雄三監督と木村健二の、私と同じように信じられないっていうぐらいのね、花輪のサーブの素晴らしさ、あ、やった、またやった日本12点目、12対8、ポーランド2回目の作戦タイムです。いやー松原さんのお話通り、あの小田のクイックで、あれがガボウスキーの喉元に突き刺さってムードが盛り上がった、それを小田が一度はサービスミスで崩しましたけれども、花輪のサーブで本当にましたね、またね、本当ですね、しかしその花輪のサーブね、私はこの放送席から見てる限りはスピードがあると、スピードがあって最後にポッと落ちてるということだけは分かるんですがね、はい、なんでこんなすごく効いてるのかね、よく本当のことは分からないですよ ね、 すね、ラッキー男ですね、要するにラッキーなこと男です今ね。それもしかしただのラッキーボーイでなくて本当にもう力がそのものになってきますね、本人が一生懸命やってるからね、ラッキーってのはやってくるわけですよね、12対8、その差4ポイント、全日本がまたリードを広げました。もう、ね、また全日本のコートに汗が落ちます。どんなことがあってもね、このセットは逃していきませんよね。本当ですね、はい、もう終わりですからね。そうですよ、でこのセット2対1、ポーランド1セットアップしています。このセットを取ると次のセット、最終セットは森田はまたね、生かしてやれるし、いろいろね、顔の起用もまたいろんな幅がありますからね。そうですね、レフトから田中ストレート、田中のストレートが決まりました。さあ岩田が木村コーチに呼ばれてベンチに帰ってきました。どこかで使うでしょう、猫田が今前衛のレフト、そうですね、サーバー島岡、ソーレーの声に送られて島岡のサーブで始まっています。
サーバーはトマシュ・ボイトビッチ。花輪が受けました。猫田のジャンプです。サーバーが綺麗に決めました。それにしてもさっきの花輪のサーブからね、もう一気に波に乗ってる日本、このセットこれで揉み取ってほしいですね。サーバー深尾です。バックトスからバックアタック、いかない、奥を抑えた。さあやった、深尾さん、やりましたね。ボイトビッチのバックアタックをまたブロックに引っ掛けた日本のね、ボイトビッチを潰す執念ですね。これはちょっとボイトビッチにも焦りの色が見えてきます。はい、そのボイトビッチを狙います。いいところを狙っています。深尾、モレンダ、これはアウト、これはアウト、アウトオブザマーカー。14対8、ついに第4セット日本がセットポイント。第1セット日本、第2セット、第3セットポーランド、そして第4セット、現在は14対8、日本がセットポイントを握っています。ここでまたステファンスキーを前衛のレフトでコートに返しました。ベルツ監督、時間差が猫田か小田ですね、はい、小田が止めました。15対8、第4セット日本が取りました。これでついにファイナルセットに持ち越されることになりました。さあいよいよファイナルセットの開始です。日本は深尾、島岡でスタートしましたね。そうですね、森田温存でね、ここぞという時に森田を使うという作戦ですね。一方のポーランドの方はリバチェフスキーを入れています。まずブロックからスタートしました日本、また深尾のブロック、はい、深尾のブロック、深尾のブロックポイントと申し上げます。最初から飛ばしてほしい、ね、深尾も実はね、乗れば乗りに乗る男、小田も乗れる男、もう深尾を小田でもってね、この乗ってるムードをですね、壊さないように、はい、これでいっちゃえというのがね、中村雄三監督の狙いでしょう。私もいいと思いますよ。そしてあの深尾が今左手で鼻をこすりました。あれ乗ってる時にこするんです。癖なんですね。はい、サーバー花尾です。やった、深尾のブロック乗ってますね。乗ってますよ。と走り回ります全日本の6人。はい、若々しい日本という感じです ですね。そして深尾が捕まった時にね、森田が出るということですね。カルバシが受けました。サーブレシーブ乱れている。さあリバチェフスキーが打ちました。ダメ、ネットを越えている。リバチェフスキーのスタートの私には分からないんですよ。そうですね、しかも前衛から入ってますよね。そうそう、なんで11番のモレンダね、このポーランドの突き男の11番のモレンダを外したのか、この辺がベルチ監督が後でなこの保存を噛むんじゃないですか。日本3ポイント連勝。また深尾、また深尾、本当にね、鼻をね、もう一回鼻をね、触ってほしい。ベルチ監督、最初の作戦タイムです。いやベルチ監督、本当に深尾のブロック見事ですね。すごい。いやもうね、これはね、ミュンヘンオリンピックの金メダルの時もね、私は深尾の真面目さとこのブロックを買ったんですがね、あの鼻をね、鼻を左手で持ってちょっと触らない時は使わなかったんですよ。あ、そうですか。だから早く触ってほしい。はい、触りました。触ってますね、本当に触ってます、はい、さあ立ち上がり4対0、しかもそのうち3本が深尾のブロックであります。サーバー花輪、カルバシ、今度はリバチェフスキーの速攻が決まりました。コース行きましたね。まあ、12番のリバチェフスキーはこれはもう名レシーバーですがね、スパイカーとしてはさほどという感じがしますんでね。サーバーがどうなりますか。島岡が受けました。猫田のジャンプトス、深尾がセンターから打ちました。言われています。ガボウスキーがリバチェフスキーを使います。さあチャンスだ、田中でしょう。さあ深尾が切り返して、田中のクロス、日本完全に乗っています。第5セットの立ち上がり、とにかく日本の取れるメダルが何色になるか、それを占うには非常に大事な一戦ですよね。はい、その通り。ガボウスキーがボイトビッチを使います。ブロックはブロックはアウト、惜しい、深尾の手に当たったんですがね。そうですね、はい、わずかに50センチぐらいですね、サイドを割りました。本当にわずかに割りました。サーバーはリバチョフスキーです。レゴタのバックトス、フェイントはカルバシが拾いました。そのカルバシが打ちますが、回り込んだ田中、言われています。リバチョフスキーの好プレー。さあ向こう側ボセックです。ネットの上端に当たっている。あ、田中力いっぱい打ってほしい。レフトから田中のフェイント、押し込みました田中。プッシュでね、からサイドアウト、はい、プッシュが良かったですね、サーバーは深尾です。サーブもなかなかいいものがあります。ガボウスキーがジャンプトス、向こう側カルバッシュ、これは
仕方ない、ワンブロックになりました、完全に振られましたからね。マーレック・カルバッシュ190センチ27歳、70年の世界選手権から世界の舞台で活躍しています。はい、大変なことですよ。これが助かりますね。大きいですよ、これはね、こういうところでね、はい、日本がますますムードに乗ろうというところ。サーバー渡中、これで突き男花輪が前衛に上がっています。さあカルバッシュ、さあチャンスだ、綺麗にブロックに当てました。さあ小田が花輪を使います。ストレート、花輪のストレート決まりました、日本5点目。本当にね、これね、岩さん、ありがとう、花輪って言いたいですよ ね、 本当ですね。もうあのブロックね、巨大な大きなブロックを壁を前にしてね、ストレートでうまく打ってくれましたね、5番の花輪。あーっとイエローカードが出されました。ペーター・ランゲ主審からポーランドのコートの中にいる6人にイエローカードが示されています。まずこれはワンタッチがあります。あのイエローカードって言いますのはね、いわゆる審判に対して何かこうイチャモンをつけたとかですね、あるいは相手チームに対して何かこの何か悪い言葉を言ったとか、こういう感じがした時にね、スポーツマンシップで乗っ取ってやなさいと、こういう感じ、赤いのが出ますと反則で点を取られます。あのこの間キューバと日本の準決勝の最終戦でマルティネスが取られましたよね。そうですね。さあ、ああいった天井サーブ、このサーブで崩したね、高さのある天井サーブです。そこを取った。今度は花輪。これもね、これも花輪のブロックもよし。やっぱりイゴダのサーブが効いてるんです。はい。もうガブロスキーがね、無理してクイック使うんですよ。だから餌食になります。また行きましたよ。もうブロックの体勢は完全ですからね。花輪、日本チャンス。日本チャンス。花輪行け。さあ、花輪がアタックラインの上からリバチョスキー好レシーブ。さあガボスキーが打つ。根本のファインプレーは繋がらない。セッターのガボースキーが苦し紛れに打ちました、はい、しかしそれはね、その前に14番のステファンスキーの、もう苦し紛れのトスがね、しかしうまいトスありました。そうですね、そうですね、さすがポーランド。そこが時間差、カルバシが受けました。さあガボースキーバックトス、バックアタック、ボイトビッチはアウト。これはアウト、ちょっとノイローゼ気味ですよ、はい、もうさっきもね、5セット目に入る前に申し上げた、はい、俺のバックアタックは今日はどういうことなんだろうってね、ノイローゼ気味、日本のね、いわゆるブロック作戦が当たってますね。あっと、いやーわずかに外れた。あ、そうですね、日本のボイトビッチ封じ作戦構想してますね、なんといったってね、ボイトビッチを潰したらね、もうポーランドは崩れますよ。本当ですよね、あとは大砲はないわけですからね。昔のようにスコーレックがいるわけじゃなし、そうなるとスコーレックの引退は大きい。花輪のクロス、花輪のライトからのクロス、綺麗に決まりました。まだポーランドこのセット1点も上げることができません。もうなんといってもね、ラッキーボーイの中のラッキーボーイ花輪、この試合4本のサービスエースがあります。レフトからボセック、これが決まりました。さすがにボセックのね、いわゆるね、パワーの乗ったスパイクは今のは素晴らしかったですね。そうですね、はい、アンダーハンドで上げた猫田、レフトから田中のストレート、見事でした、今のは。あれでいいんですよ、さっきの花輪がね、花輪が田中にね、ここを打つんだと教えたようなことですね。ストレートですね。はい、ストレート、これがやっぱり勝負球。田中から前衛のセンターです。カルバシが受けました、ガボースキーから、はい、すごい、ボセックの速攻です。あのボセックがね、もう本当に負けず嫌いの男でね、まあポーランドのですね、このスコーレック健在の頃もですね、このボセックが一番私はうるさかったですがね、はい、あっと動きが合わない、これは打てません。ようやくポーランドがワンポイントを返しました。日本のミスでワンポイントを返したところです。サーバーはリバチェフスキー。堂々と打ちましたね。今はボイトビッチを目の前に置いて、ボイトビッチを目の前に置いて堂々と打った。大砲らしい大砲です、今のは。サーバーは下を。リバチェフスキーが受けました。ガボスキーが上げた、そしてカルバッシュ、カルバッシュのストレート、見事ですね。はい、カルバッシュの前にいたのが猫田1人、猫田のワンブロックではね、これは致し方なし。日本の方は猫田、島岡、それから深尾、この3人が金メダルですね。はい、そうです、金メダルプレイヤーであります。あっと、これは取れる。一方のね、一方のポーランドの方は今入っている6人は全部金メダル2つずつ持ってるんですよ。あ、そうね、そういうことですね。世界選手権とモントリオールのオリンピックと金メダル2つずつ持っている男たち6人を相手に戦っています。1人時間差。しかしやっぱりね、日本もね、猫田、島岡ね、そしてこの深尾と、やっぱり金メダルには金メダルというものがね、やっぱり誇りには誇り、こういったそのもののね、ぶつかり合い、これが日本のね、一歩もこの引きを取らない、むしろ逆に今グーンとリードして勝ちそうな場面を展開している。そうですね、そういうことですね。バックアタック出ました、取った、また拾っています、はい、島岡のファインプレー。
さあ今度はお返し、あっとネットの返し、いやここは決めたかったですね。決めてほしかった、ボイトビッチを見事にレシーブしただけにね、そうするともう精神的にガーンと開くんですがね。押し込みましたがどうだ、あオーバーネットです、オーバーネット、主審副審ともにカルバッシュのオーバーネットを取りました。トスを上げようとしたボールを抑え込みましたからね。さあ天井サーブだ、ネコタの天井サーブ、これは綺麗にセッターに変わりました。カルバッシュの時間差、これはダメです、これは繋げません。しかし最後まで執念を見せた全日本の6人に大きな拍手が湧いています。得点6対2、その差4ポイント、差が縮まってきます。小田の高いクイックであります。猫田が冴えてきました、冴えてきましたか、はい、猫が良くなりました、ね、猫の目が良くなってきましたからね。サーバー小田です、カルバッシュを受けました。ガボウスキー、さあリバチェフスキーの速攻はダメ、ブロックに合っています。今度はフェイント、はい、あ惜しい、花輪が振り向き球、懸命のレシーブですがボールがサイドラインを割っています。サーバーにキャプテンのガボウスキーが下がっています。ライトから花輪のクロス、カルバッシュが綺麗に受けました。さあ2ラントスバックアタックはボイトビッチ拾っています。花輪が打ちましたがカルバッシュの正面、また行きますか、今度からライトですね、ライトからボセック、あさあ日本チャンスです。花輪が打ちましたからね、これは勝ちました、あちょっと今のはね力足らず、まあ、花輪としてはもう精一杯頑張ってるわけですが、中村監督が言ってましたがね、丸山とか小田はよく食べるけれども花輪がちょっと食が細いんだって、あれでは本当のスタミナが出てこないと言ってましたがね、はい、さあこう頑張ってほしい。さあ花輪のサーブですね、最終セットにもつれ込みました。予選リーグから通じてこれで4試合目ですよ、日本は。これで岩瀬さんね、やっぱりスタミナってのはね、食うことから始まるんですよ、本当にね。そうでしょうね。なんといってもね、90キロぐらいの体みんな欲しいですよね。あバックアタックだ、取った、またブロックで合っている、はい、さあ田中がアタック、ボイトビッチ、がっくりきましたね、ボイトビッチががっくりきました。ボイトビッチのバックアタックを今日はことごとくブロックするかレシーブするかで ね、 そうですね、もう中村雄三監督の作戦ズバリ当たってます。花輪のサーブです。さあバックアタックしてステファンスキー、これは決まりました。7対3からサイドアウト、そう他の攻撃は少々うまくやられてもいいんですよ。なんといっても親分中の親分のね、1m97 のボイトビッチさえね、もう腐らせればこれは日本勝ちになりますからね。田中です、ワンタッチを狙った打ち方、さあステファンスキーの2段トス、レフトからリバチェフスキーですが打てません。島岡が田中を使いました、はい中村雄三のもう1点って顔ね、声が聞こえるようですよ、雄三の声が。今はしかしね、島岡がね顔を突き飛ばしてあげたんですよ、トスを。そうです、そうです、顔は突き飛ばした、タイトン乗ってますね。そうですね、このまま投げた、花輪のファインプレー、さあ島岡の落としを田中が打った、ステファンスキー懸命のレシーブ、さあガボウスキーがボイトビッチを使うブロック、おっとネットに触れました、触りましたね、島岡、いや猫田です、猫田ですか、猫田が倒れたのは、あ大丈夫でしょう、猫田が、ね、うまくこなします、右の手首ですが大丈夫ですね。サーバーはリバチェフスキーです、ジャンプトス回り込んだ田中、ワンハンドで上げたガボウスキー、さあリバチョフスキーの2段トスをボセックが打ちます、おっと間抜けましたね、取りにくいコースで今ボールが飛びました。さあまたイエローカードが出ました、今度は日本のベンチです、はい、ベンチのマネージャー左手を上げて、はい、マネージャーがなんかね喋ったんですね、今大きな声で。さあ猫田のバックトス、レフトから田中、さあダイレクトのチャンスだ、スカーを押し込んだ、はい、タッチネット、タッチネット、しかしね、タッチネットはしたけれども、その本当に2番のボセックのね、フォローなんかすごいです ね、 ですね、よく粘ります、1メートル97何センチという男には見えませんよ、みんなね。時間差攻撃、ボセックはワンタッチがあります、これはワンタッチがありました、ここが日本の辛抱のしどころ、そうです ね、 ね、もうね、点をパパーッと取るときもあれば、バレーボールは今みたいに点がじーっと動かないときもある、動かないときが本当の勝負なんです、バレーは。なるほどね、辛抱の試合というところです、はい、速攻はブロックアウト、ブロックアウトです、危ないところでした、ボイトビッチのブロックがアウト、ちょっと肩で息をするようになりました、小橋ボイトビッチ、24歳の若さですが、フルセットに入ってちょっとスタミナ切れか、さあライトからボセック、ボイトビッチだ、拾っています、スカオ、さあバックトスして、花輪、
な速攻でしょう。一人に感謝だ。日本8点目。いや、ワンタッチなしですね。ラインズマンはワンタッチを見ましたが、主審と副審はノータッチ。はい、仕方ありません。中村雄三がね、中村監督がいわゆるそれを沈めるようにタイムを待っておりましたね。なんとも言えませんが、はい、場内から今珍しくね、日本のこの国際試合では珍しいですよね、ワンタッチワンタッチっていうね、合唱が思わず起きましたよ ね、 本当ですね。しかし中村監督が懸命に選手をなだめています、日本8点目かと思われましたが7対4からサイドアウトと変わりました。しかしね、こういった苦しいことが随分ありますからね、これはやっぱり耐えること、それはあり得ることですよね、はい、今のワンタッチはしたかもしれないけども、審判がそう決めた以上は忘れること、はい、はい、これでいいんですね。小田爽やかに、そしてね、はい、今中村監督の取ったタイムね、良かったですね。ファインプレーですね、はい、ベンチのファインプレー、そう、中村雄三素晴らしい。サーバー根太の天井サーブ、おーっと、いったいったいった、ね、乱れています、ポーランドが乱れています。ライトからカルバシが落ちました。ブロックは入りました。小田のブロック、さあ8点目を日本が取りました。これでコートチェンジ。今のはね、一発目を引っ掛けた、あの一発目を引っ掛けた時に私は一体一体ってきましたがね、あの時にね、ポーランドの選手の足が止まったんですよ。そうですね、足が止まったっていう時にね、これはもうね、絶対ポーランド崩れる、もう前兆。おっしゃる通りで、あのボールが返ってきた時のポーランドの選手の動き方がリズムに乗った動き方じゃなかったんですよね。そう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 、バタバタでした。はい、さて8対4ダブルスコアです。日本4ポイントのリード。さっきのワンタッチ、ワンタッチがワンタッチじゃなかったと、まあ、いうことになったわけですが、ワンタッチしたかどうか分かりませんが、あれ以来場内の、ね、応援が、ね、一層そうです、ね、なんかすごくなりましたね、しかしね、今日の審判の、ね、ペーター・ランゲ、はい、さっきも申し上げたけども、非常にくっきりしてて気持ちがいいですね。本当ですね、人間のやることですから間違いがあってもいいじゃないですか、はい、ペーター・ランゲ気持ちがいいですか、はい、この審判。さあ、ネコタの相変わらずの天井サーブ、ボイトビッチが受けましたが、ボスキが上げてボイトビッチのバックアタック、これは拾えませんでした。ストレートで打ちましたよね。そうですね、久々にボイトビッチのバックアタックが決まりました。8対4からサイドアウト。サーバーにカルバッシュが下がります。これで前衛にリバチョフスキーが上がりました。リバチョフスキー、ステファンスキー、そしてガブオスキー、3人スキーがいますね。そうですね、スリースキーですね、そしてこの12番の、ね、リバチェスキーがそれほど攻撃力がないだけに、はい、今チャンスですね、ここも。あっと、いや大丈夫だ、はい、大丈夫、島岡がトスを上げました。2段トス、これはブロックに合いました。ステファンスキーのブロックです。手前のリバチョフスキーのブロックか、リバチョフスキーだと思います ね、 そうですね、12番だと思います。8対5ワンポイント返しましたポーランドです。移動時間差、さあ日本チャンス。猫田が時間差を使いました。ちょっと日本腕が縮んでいる感じ。あっと、これはアウトオブザマーカー、はい、ラッキーでした。アンテナに当たりました。本当に腕が縮んでいる感じです、今はね、花輪がねちょっとビビったんですよね、一発ガーンと来たんで、はい、さあね、山梨県の、ね、出身の花輪、これはもうね、今までにね、あそこから出てきた選手ないんですね、男子バレーでは、ね、はい、はい、本当にね、世界一の選手になってほしいですよね。バックアタック、ボイトビッチ拾いました。田中のファインプレー。さあ、もう一つ買うか、もう一つ使いました。ブロックだ。あ、よくついてる。2本続いて止まっています、はい、また、3本目、あっと、これはいっぱいに入りました。サイドラインいっぱい、うまいところへ打ちましたよ、今のは。本当はね、もうジャンプは今おそらく20センチもしてないんじゃないですか、はい、腕を伸ばしただけ、15番のね、このボイトビッチ、身長1メートル97センチ、腕っぷしが強くて、これがこのバックアタックをうまくさせてます。時間差攻撃、島岡タッチネットがありました、はい、さあ、ここで岩田さん、このラッキーサーバーでまた何とか行ってほしいですね。今日4本のサービスエースを決めている花輪です。いいサーブだ、崩した。サーブレシーブ乱れています。さあ、ボセックがレフトから打ちます。ブロック、深尾のブロックですが、ガボスキーワンハンドで上げた。ライトからステファンスキー、クロスに決まりました。日本8点目からちょっとポイントが取れません。8対5からサイドアウト。サーバーにそのステファンスキー、これでボイトビッチが前衛に上がりました。花は猫だ、田中のクロス、これはワンタッチない、ないワンタッチありませんね、はい、先進の1人がワンタッチのジェスチャーちょっと見せかけましたが、ペーター・ランゲ主審認めません。8対6、サーバーステファンスキー、
こう浮き足だったかというところを深尾が締めました、ね、そうですね。そしてね、深尾の顔がまだ本物じゃない。あ、そうです。今度はブロックが欲しいですね。ブロックはね、はい、深尾がちょっと硬い顔になってますからね。あ、この試合の立ち上がりでうまいブロックを見せた深尾ですが、あ、さあ田中、今のは深尾のブロック、深尾のブロックでね、ワンタッチしてバーンと上げてチャンスを取って、しかも深尾で相手のブロックを釣って、はい、時間差で田中が行ったと。日本9点目が入りました。9対6。ブロックはアウトです。深尾のブロックはわずかにアウト、ね、左を押さえて残念そう。どうしてこういうね、このボイトビッチのような名人が打つとね、同じブロックに当たっても外に出るんですかね。そうですね、やっぱりそこがこのすごいところなんですね。これがあっと、ブロックだ。ボイトビッチ、今度はボイトビッチかカルバッシュか、この2人のブロックです。9対7。その差また2ポイントと追い上げられました全日本。サーバーはリバチョフスキー、まあ、田中の真骨頂ですよ。そうですね、エースとしての。あっとダメです、これはボールが上がりません。ボイトビッチです。またボイトビッチにやられました、はい、9対8。3セット目と、3セット目と同じことになってはいけませんから ね、ここをなんとか切り抜けること。日本はワンタッチを狙いました。さあガボウスキーがボセックを使います。これもワンタッチがあります。9対9、ついに同点。中村監督立ち上がりました。2回目の作戦タイム。8対4からついに9対9。第3セットと同じようなパターンでブロックでやられてますね。もうさすがポーランドですよね。もう本当にこのね、なんていうか強さがにじみ出てくるっていう感じでね、じわーじわっときてますがね、もうそのにじみ出てるポイントは今前衛のセンターにいるボイトビッチのブロック、これをですね、どう崩すかかわすか、これに全てがかかってますがね、もう技術やりませんよ。ボイトビッチに食らい負けしちゃいけない田中がね。田中のフェイント、ダメです、これは拾われました。さあボセックですが、ブロックはダメ、拾われました。ボイトビッチがボセックを使いました。ブロックを破っています。10点目、ポーランドが先に10点目に乗せました。10対9、ポーランドワンポイントのリード。セットカウント2対2からファイナルセットに入っています。相手のブロックを破りました。やっと田中が打ち破ったという感じですね、それにしても10対9、1点リードされましたね。苦しいところ、ああ、ここからは日本頑張って、日本不調に勝ちました。ガボウスキーが、あっと呼吸が合わない、日本チャンス。島岡ライトから田中ですがダメ、ブロックでやった、あっと呼吸が合わない。ああ、日本ちょっと呼吸が乱れている。フェイントはボイトビッチのフェイントがコーナーいっぱいに落ちました。こんな競り合った場面でね、あの冷静なフェイントができる、さすがにね、ボイトビッチ、世界が落ち着いてますね、はい、世界のボイトビッチ、本当にね、世界のボイトビッチですね、あの場面でのフェイント、はい、やり直しです。コートが濡れた、それを今拭いておりますがね。サーバーにボセックが下がっています。モレンダがアップしている場所から飛んで帰ってきました。どこかでこのモレンダを使う場面が出てくるでしょう。おっと、危ないところでした。さあライトから田中、ブロックを弾きました。さあこれで花輪が前衛に上がってきます。そうですね、強男、はい、はい、そしてね、ボイトビッチがもう一つでもって後ろに下がります、今日はボイトビッチが後ろに下がった時のボイトビッチは怖くないですからね。あ、一人時間差からのフェイント、うまい、同じところですね。これは森田がやるとこと同じですよね。一人時間差からのフェイントを落としましたボイトビッチです。ベンチでは森田が完全にもう出場準備完了。そうですね、はい、いつ使われるか、はい、この辺が鍵ですね。それにしてもね、フルセットね、あ、今森田が映ってますかね、毛布をかぶって体を温めています、はい、フルセット、最後のセットの10対9っていう大変な正念場になりましたね。日本はもう作戦タイム取れません。花原スクロス、ボセックが受けました。2段で打ちました。さあファインプレー、田中のファインプレー、あーっと、いや、ホイッスルありません、よくつないだ田中、田中のファインプレーですね、はい、もうね、ベンチ大喜び、はい、田中のね、スパイクじゃないレシーブの大ファインプレー、ちょっと表情が乗ってきましたね、はい、田中、あ、これだ、いいところ落ちそうだ、これはいいところ落ちそうだ、やったやったやった、ダイレクト、あっ、ラボースキーのブロック、さすがベテラン落ち着いていました。真正面打ちましたからね、正面でしたね、あまりにも正面すぎた、はい、小田が絶対のチャンスだったんですが、助かりました。両チームともね、カッカカしてますね、ち落ち着いてるのはボイトビッチだけ、だけ、はい、サーバーに小田が下がります。
これで前衛に負荷が上がってきた。ボイドビッチが受けました。ガボウスキー、さあステファンスキーの時間差、日本チャンスです。さあ花輪がオープンから、もう一度チャンスが来ます。もう一度花輪です。あー、立ち上がる。ガボウスキーですね、はい、ガボウスキー、5番のガボウスキーがワンタネットタッチを犯しました。10対10、ついに同点。ガボスキーのアピールは認められません、はい、しかしその5番 の、 あのガボスキーもね、捻挫の後、大島の捻挫後でよく頑張ってる、立派、さあバックアタックだ、アウト。バックからもう全然伸びてきて、今日はもう15番のボイトビッチは後ろ行ったらダメ、ダメ、はい、ボイトビッチは前衛だけ。サーバー小田、日本逆転です。いいサーブでした。速攻がある、変化が取った、取った、花丸ファインプレー、さあ島岡カルバシが受けました。さあ速攻か、いやレフトからリバテフスキー、またフェイント、日本チャンス。花は左手スカウト、島岡ちょっともつれましたね。さっきはバックアタックは、しかしアウトになってもね、今バックやっぱりスカウのブロック当たってますよね。あれがスパーンと抜けるとね、ボイトビッチは気分よくするんですがね、ああやればね、ブロックに引っかかればなんとなしに無然とした顔しますよ。そうですね、スカッとはしないですよね、はいはい、あっとダイレクトスパイクはブロックアウト。ボセックのダイレクトスパイク決まりました。11対11。田中がちょっとね雑なレシーブしましたね、今。あ、そうですか。もうこれからの4点が全てです、バレーボールは ね、 ね、第1セット第4セットと同じような試合展開になりました。あっとアウト、これはアウト。ちょっと腰砕けになった花輪、花輪がへばるか。田中が捕まった時にはスペアはないけれども、花輪が捕まった時には考えると中村監督言ってましたがね。なるほど。さあチャンスボールがポーランドに入る。レフトからリバチョフスキー、ブロックを当てました。13点目、13対11。場内から大きなため息、1万2000実施が入りました。国立代々木競技場です。島岡懸命のレシーブ、センターから速攻はアウト、これはアウト。ワンタッチありません、ワンタッチなし。14対11、ついにポーランドマッチポイント。日本のコートが濡れていますが、シューズの紐がほどけました。島岡ですね、島岡がちょっとポーズを取ります。さあ14対11、ポーランド最初のマッチポイント。セットカウント2対2からファイナルセットにも連れ込んでおります、日本ポーランド。あーっと、ベテランのガボウスキーとも思えないんですね、本当に思いませんよね。さあここで頑張ってほしい。日本断崖絶壁に立ち去りました。サーバー花輪、カルバシが受けました。ガボウスキー、さあセンターからストランスキー、これはアウトです。小田のレシーブがダイレクトでサイドライン割りました。さあ2回目のマッチポイント、サーバーはステファンスキー、花輪が受け、あ、いや負荷を受けました。猫田が上げる。ここへ来て田中が、田中らしいスパイクを見せました。今のはすごかったですね。すごかったですね。高さがありました。はい、ボイトビッチの間、角度もありました。田中の素晴らしいスパイク。はい、島岡のスパイク。14対12。この差また2ポイント。もう1点いくとね、ポイントが、ガタガタになりますかね。そうそうそう、いい線いってますよ。速攻は。ボセックの速攻が決まりました。さあ3回目のマッチポイントです。サーバーにリバチェフスキーが下がりまして、これでクセモノカルバシが前衛に上がってきた。カルバシとボイトビッチがいます。さらにボセックがいます。ポーランドの前衛ネットについたが3枚ブロック。さあポーランドチャンスだ。ボセックが決めるか。懸命のレシーブ小田、さあ田中アウト。またポーランドチャンス。レフトからボセックのフェイント、15対12。ついにポーランド日本を下しました。セットカウント3対2。いやさすがのボセックですね、さすがにボセック、今のフェイント。敗れました全日本の12人、エンドラインに整列を終わりました。しかしね、最後のね、あの花輪、はい、そして深尾のスパイクミスが出た、まあね、あそこの最後のスパイクが日本ミスが出たのはやむをえんとしてもですね、なんといってもそれよりも褒められるのはやっぱりポーランドのね、あのベテランらしいね、いわゆるこの世界を舞台にして俺たちは世界選手権も取った
オリンピックも取ったんだという、そのね、いわゆる、まあ、キャリアでしょうね、はい、最後の部分で見せた今ボイトビッチが映ってますが、ボイトビッチがクイックと見せかけてフェイントを見せたあの2本のフェイント、はい、あれに象徴されますよね。それに最後に決めたボセック、うん、ちょうどまあね、年齢もみんなね27歳前後とね、はい、まあ一番このバレーボールの選手としてはね、いわゆる男盛りなんですよね。まあその差が最後には出た、まあお見事と、ポーランドのお見事ということしか言えないですがね、まあ